皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。 YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについてはぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また放送中にどんどん書き込んでもらってもそれは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直してその上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方はそもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川かおるです。2021年11月20日生放送をこれから行っていこうと思いますので、よろしくお願いします。なお本日はですね、先週使った、アナと雪の女王風ディズニー風の顔出しはしませんのでご了承ください。あのディズニー風にしたのは基本的には他の誰かとまあコラボするとき用のまあ準備として用意したものなので、まあ実際にこの生放送で使うことはないのかなというふうに思っております。銀翼さん少し声がということですけれども、声がちょっと小さいですかね。音量の方はどうでしょう。はい、皆さん、私の声はちゃんと聞こえているでしょうか。レリゴーレリゴーと今日一日頑張りでさんが言ってるんで、声は届いてるかなという感じですかね。チャロッツ JP さん今来たよということで、まあ今始まったところですので大丈夫ですよ。トモさん、ウマ娘風で来るかと思ってたのに、なかなか、はい。ウマ娘風にはちょっとならないですね。まあ女性化するっていう意味では、まあ何でもありでしょうっていう感じですね、あれは。まあもともとは、オスの馬も全部、まあ、馬娘になってますからね。そうですね。ちょっと、通る声という感じではちょっとないですよね。うん。なんていうか、自分でもなんとなくガサガサっとした感じになってますね。ちょっと待って。ね、OK かな。はい、それでは、今日の生放送なんですけれども、先週のようなディズニー風の顔出しはしないので、まあいつもの通りですね、それ以前の形で行っていきます。皆さんからの話題募集をコミュニティの、掲示板で行っていますので、まあ今回取り上げるのにちょっと間に合わなかったとしてもですね、まあ次回自分も質問を答えてほしいなと思われる方は、次回の生放送をするときにはやはり同じように事前に話題募集をかけますんで、その時に書き込みしていただければ間に合いますよということで、そしてチャットの方の書き込みについてはチャンネル登録してから、2日ぐらいしたぐらい、まあそのぐらいの条件をつけていますので、まあ基本的には嵐の人が来ることはほとんどないんじゃないかなという状況です。うん、はい。そしてですね、書き込みは16件ですので、おそらく全部についてお話ができるんじゃないかなと思っております。よいしょ。まずは、目立ったものとしてはですね、岸田政権についての話から、まあ、してくださいと、まあ、ご要望が多いようですので、そちらの方をしようかなと思っております。書き込みとしましては、いかんいかん。これはいかんぞ。ずい。ずずずい。ちょっと映ってはいけないものが映っておりましたな。気づかんかった。よいしょ。よ、ちょっと。
ね、はい、ブラウザのちょっと上の方は映っておりましたが、皆さん忘れてください。さて、それではもう一回ちょっとお話をしましょう。まず自民党、公明党、この連立政権なんですけど、今ものすごいいろんな人から、今まで反政権ですよっていう人たちは、まあこれまで通り、まあ批判するのは、それはまあいつもの話なんでいいんですけれども、今新しく批判する勢力として加わってきたのが、やはり自民党総裁選の時に岸田さんを推していなかった人たち、いわゆる保守派と呼ばれる人たちは、まあ高市早苗さんを応援していました。で、高市さんを応援していた人たちっていうのは、やはり対中国のことを考えて、中国に対して毅然と対応できる総裁総理が必要だと思っていた人たちです。で、岸田政権に代わって不安だなという話も私自身していたんですけれども、その不安がどんどんと実現化してきている段階に入ってきました。そのために、これはもう岸田総理、なんていうかな、もう化けの皮が剥がれたぞ的な感じで不満がふつふつと広がっているところでございます。まあそういったこともあって、皆さんからの話題募集をした時にも、この後の自公政権の行方について話してほしいという、まあそういったご要望が出ております。まずは読み上げソフトでちょっと書き込みをご紹介していきましょう。ペラペラと、ね、現政権の短命の確率は、読み上げソフトをまあ利用していきますので、今日もよろしくお願いします。まず現政権の短命の確率についてなんですけれども、今の自民党が割れない限りは、残念ながら、例えば今11月20日ですけど、年内に何か自民党が分裂して政権交代が起こるかという確率はしてはもうほぼゼロだと。で、ここで言う短命の確率っていう話は、次回の参議院選挙において、さあ自民党が選挙に勝てるのか負けるのか、そして負けた時にいわゆる分裂のようなものが引き起こされるぐらいの政権交代を引き起こすことがあり得るのかっていう話ですね。現在のままで進んでいくと、とてもとてもじゃないけれども、自民党の保守派の人たちっていうのは、どんどんと支持を取りやめて離れていく。まあそういう状況になると思います。まあそういった意味では、ものすごい選挙で惨敗をして、あ、これはもう政権交代ギリギリかなぐらいまで追い詰められる可能性は十分あると思います。その時になったら当然のようにですね、選挙で大敗した総理がこのまま政権を維持するなんておかしいでしょっていう話になるので、ここでチェンジっていう話になりうるわけですね。で、現在のままだと非常に確率は高いと思います、私は。ただ、あとはこれをですね、いわゆる保守派と関係ない浮動票の人たちにとっても、この思いが共通して広がっていくかどうかが今後の焦点になります。そして同じくですね、この自公選挙のことについての書き込み、こたつ猫さんかな、こちらの書き込みもご紹介しましょう。現政権で公明との連立解消できるのですかね。それと立憲共産党の代表選で4名ほど立候補者がいますが、立憲は変わると思います？はい、というわけで、同じく自公政権の今後の話なんですけれども、次回の参議院選挙に自民党がまあ大敗するっていう話を、まあ私今しましたけれども、問題はですね、大敗した時に自民党はさらに公明党に頼る可能性があるんですよね。自民党で単独政権難しいなってなって、連立じゃないと政権が維持できない、その時に公明党を切ることができるかってなったら、より一層切れなくなるっていう、このジレンマを今の自民党は抱えています。でもこれは本当に国民にとっては、もうものすごい嫌な気分はまあ続けざるを得ないんですよね。まあ、ずっと公明党は親中路線っていうのをまあ基本的に変えてません。そして自民党の中にもこの親中派の人たちがいっぱいいますよっていう状況も変わらないと。だから次回の選挙で自民党が支持率が落ちて選挙に負ける可能性十分あるっていう話をしてるんですけれど、負けたら負けたで今度は政権にしがみつこうとして
自民党が公明党をくっつく力がより強くなってしまうっていう、このすごいジレンマを抱えることになりますよね。というわけなので、まあ今の状況、そして今後の選挙のことも考えると、自民党はさらに公明党と連立解消をする可能性としては低くなってしまうんじゃないかなと思ってますね。でもちろん私はこの連立政権そのものについては反対で、そもそも自民党の中の親中派の人たちもどうぞなんとか切り離すようにしてくれるような人に、総裁がなってくれないかなとかいうふうに思っています。そして自民党も今の議席からすると、現状公明党との連立を解消すると選挙には確かに厳しいんだけど、たとえ厳しかったとしてもまだ切った方がいいというふうに私は思ってます。むしろそっちの方がよほど分かりやすくなるし、国民の中の不信感をある程度解消することができると私は思ってます。そしてですね、今立憲共産党の代表選で、4名ほど立候補者がいますということなんですけれども、立憲が変わるかどうかで言うとですね、例えばこの論戦でめちゃくちゃもうバチバチの戦い本当にしてくれるんだったら変わる可能性はあると思うんですよ。でも私の予想としてはそんなバチバチの戦いはしないだろうなと思ってます。まあつまりなんとなくそれぞれ意見は言ってるんだけど全員噛み合わない状態で、そして最終的にはまあ議員同士のまあ票の奪い合いで終わりました、ちゃんちゃんっていう形で、なんとなくその変わるほどの大きな変化をもたらすような人物に変わるとはちょっと思えないと。例えば立憲共産党っていう今言い方をしましたけれども、この4人が誰に、当選というか代表になったとしても共産党との連携について解消するわけではないだろうというのが今の、報道になっています。それぞれの候補者、まあなんとなく続けるんだろうなっていう雰囲気を感じさせる言葉を言ってるんですよね。決して共産党とは距離を取っても選挙協力しませんなんていう話しないんですよ。全員が全員、政権を取るためには野党間での協調っていうのを行って候補者を一本化していくことが非常に重要だ、そのためには共産党との関係を決してないがしろにしちゃいけないみたいな話をしてるので、おそらくはなんだかんだ言って立憲共産党っていう姿が次回の選挙の時も続くんじゃないかなっていうのが私の見方です。まあこの後ですね、立憲共産党がまあ分裂する可能性もまあ一応あることはあるんですけど、分裂したら下でさらに弱い野党になるだけなので、まあより存在感がなくなるだろうなっていうところですね。ある程度人数がいるっていうこと、それ自体が彼らの求心力にもなっているので、おそらくはなんだかんだ文句を言いつつもこの枠組みから抜け出すっていう人はあんまりいないんじゃないかなと思ってますね。というわけで、まあ続きいきましょう。次は旅月和夫さんですね。こちらも自公政権のお話でございます。はい、それでは読み上げソフトでちょっといきましょう。今回の政府が提示した経済対策55兆円の上川さんなりの評価とこっちの方が良いのではと思う改善対案策、新型コロナ拡大対策 22.1 兆円、社会活動の再開等 9.2 兆円、新しい資本主義の起動 19.8 兆円、防災・減災 4.6 兆円、大雑把な項目並べましたが、個人的には新しい資本主義への項目でどこに着地点を置くべきか難しく思ってます。規制緩和と自由競争を行う母会社導入目指して技術流出と悪循環が目立ち、規制緩和が建前だけなら新規参加は中抜き下請けで痩せ細る。私個人では農業改革、自給率改善してほしいんですが、個人農家保護のためにコルフォーズソフホーズを嫌うが、休耕地が増えてしまったのは行き過ぎた保護政策の末路。どこかに着地点があると思うが、自分から改善策が提示できないもどかしさもあります。上川さんの予算規模に対する改善策を聞かせていただけたら幸いです、ということで、書き込みありがとうございます。今この岸田政権の経済対策55兆円というのが決まりましたよっていうニュースが出ております。まあこちらの経済対策に対する評価っていうのはまあ結構
結構っていうか、まあ、基本的にはどこの報道機関を見てもまあ理由はそれぞれ違うんですから基本的には十分じゃないっていう評価の方が私は多いんじゃないかなと思ってます。ただしその理由っていうのがですね、例えば、私が用意した朝日新聞の場合だと、これはばらまき政策だからダメだっていうふうに言ってます。で一方他の報道機関なんかを見るといやこれは効果が少ないから問題だっていう、つまり金額をそのものをばらまいてるからダメだっていうのが朝日新聞で、まあその他のところではこの使い道に問題があるから十分じゃないっていう言い方をしているところもありますね。でもちろんですね、基本的には額が多ければ多いほど効果は大きくなっていくので少ないよりは多い方がいいと。で多くすると必ずそれに伴って出てくるのが財源問題をほったらかしにしてっていうまあ批判が出てくるわけなんですけれども、状況からして私はまずは景気対策するんだったら景気浮揚するぐらいの量必要でしょっていう考え方なので、基本的には額が多い方がいいと考えています。まあ何しろ景気が良くなれば税収が上がるっていうこのサイクルに入るので、それによってかけたお金はまあ取り戻せますよっていう考え方です。まあそうした意味において岸田政権の打ち出した経済対策っていうのは基本的には菅政権の時に使おうとしていた経済対策のお金の余った分にちょこっと乗せましたよっていう、このちょこっとの部分しか結局のところ上乗せがないので、私はちょっとねこれは残念な55兆円だと思っています。例えばですね、私は投資信託的なファンドを用意して、そうしたファンドをして資産運用して、そのお金で、いろんな科学技術支援とかした方がいいんじゃないかなっていうことを考えている人間なんですけれども、菅政権、安倍政権っていうのは大学に対するテコ入れを図るために大学のファンドっていうものを作って、まあそれが10兆円規模なんですけれども、その10兆円の大学ファンドっていうのを作って、研究開発についてのある程度の支援を行おうっていうのを、まあ決めていたんですね。制度設計して実際にさあやるぞっていう段階になったら、まあ菅政権が倒れたっていう、まあそういった出来事がありました。で私自身は10兆円じゃ足りないだろうとか思ってたんですけど、まあ少なくともやらないよりはやった方が絶対いいので、この政策それ自体は支持していたんですけれども、で岸田政権はですね、そういった菅政権でやっていたものもほら私が用意しましたよみたいな感じで、この経済対策55兆円のやつにポコーンって入れてるんですよね。いやそれは菅さんの政策だったからなーって私は結構思うので、純粋に岸田政権として行う部分の上積みが全然ちょっと足りないんじゃないかなと思っております。なので今回の55兆円っていう規模だけ見るとなんかでかいなっていう感じがするんだけれども、まあ実際には、なんていうかな、やり残したもの、菅政権がやろうとしやれなかったものが大半かかっているので、岸田さん自分あなた本当に頑張ったのっていう、まあそんな評価ですね私は。で旅月和夫さんがまあここで書かれていますけれども、まあ規制緩和と自由競争を促そうとしたら結局のところ、まあ、外資がじゃんじゃんやってきて日本企業が育たねえぞっていう、まあそういった問題も確かに、発生しがちな問題です。なんだけれどもやらざるを得ないっていう意味では、まあ、規制緩和せざるを得ないというふうに思ってますね。例えば、自動運転技術について言えば日本企業に頑張ってほしいし、規制特区みたいなところでそういうのを実際にやるんだけれども、さあいざやろうとして手を挙げてくるのはあれなんとか中国企業と手を組んだ日本企業みたいなところがいきなり手を挙げて、いやそういうのを望んでるんじゃないんだけどなみたいな、そういうことが起こるんですよね。まあそれでもまあ前進せざるを得ないと。何しろほっておくと
もうアメリカだったり中国だったりでもうガンガンに競争してる状態なので、もう完全な完成形みたいなものが出来上がった後で、じゃあ日本で始めましょうか、日本企業頑張ってくださいって言っても、もうやってない日本企業が今からやれるわけないじゃんみたいな話になっちゃうんですよね。まあだから今のうちにでも、もう少しずつでもいいから始めておかなければならないっていう意味では、まあ規制緩和進めるしかないっていうふうに思ってますね。かなり茨の道なんですけど、結構そこに、まあ補助金とか支援金とかそういう優遇とか、まあいろんなところで手をかけて、なんとか日本企業に頑張ってほしいところなんですけどね。まああと農業の問題で言うと、私は今の農家さんを守るっていうことももちろん大事なんですけれども、これは欧米の農業政策を見ると、基本的にはある程度の補助金を出して農業やってくださいねっていう形で保護はしています。で、日本も似たような感じにはなってるんですけども、一方でもっともっと発展したいと思っている農家さんや集団の農業集団とか、まあそういったものもできてきているので、さらに伸ばしたいと思って生きている人たちに対しては、より一層伸びることを支援するような制度を作ってあげるとか、もしくは、全くこれから始めたいよっていう人たちにとっては、新規参入がめちゃくちゃハードル高い状態なので、まあ、休耕田とかを、まあ、積極的に農家さんが手放して、国に買い取ってもらって、それを若い世代の人が使えるようにする。まあ、そんな制度作りなんかもちょっと必要なんじゃないかなと。もう個人で頑張ってくださいみたいな形でやってると、休耕田はもう休耕田のまんまでずっと誰も使わないし、で若い人が入ろうと思ったらやたらと初期費用がかかって、とんでもないハードルの高さでやりたくてもやれないみたいな話になりますからね。このあたり、まあミスマッチをいかに国が制度的に手こ入れするかっていうのは結構大事だと思いますね。まあこういうのを話をすると、なんか政府の役割どんどんでかくするのかっていう批判的な声もあると思うんですけれども、国じゃなきゃやれないことはやっぱり国がやるしかないっていうことですね。民間のその知恵を絞って民間で勝手にやってくださいと言っても、私はあんまりうまくいかないと思いますね。どこかで損はするんだけれども、制度的に国がやらないといけないことは、まあこれからも十分あるんじゃないかなと思いますね。銀翼さん、農業はやる人がやれば儲かると思うので、企業が入ればいいと思うんだけどね。そうなんですよね。企業が入ることによって、すぐ撤退するじゃないかって、まあそういう意見も確かにあるんですけれども、そういう失敗した時のために何か保険をかけてあげることもまあ重要じゃないかなと。まあ例えば土地利用に関しては、まあゴミ捨て場にするようなことがあればもうぶっ殺すぞぐらいな感じの、まあペナルティを用意するとか、まあもしくは預かり金みたいなような形で、もう最初に原状復帰代をある程度プールするとか、まあ企業に対してはそういったものを貸す、そういったまあちょっと個人がやる場合と企業が入る場合では違う制度で、ちょっとね、制度を設計してあげればもうちょっと企業が入りやすくしてあげた方がいいのになと思いますね。小鉢千代さん、農協とかの権限については、農協は基本的にはですね、まあ本来であれば農家さんを守るための機関だったはずなのにですね、まあ随分長い間その役割っていうものを少しずつ少しずつなんか異質なものになってきて、農協っていう団体を永続させるための機関みたいな形になっちゃってるんですよね。だから農協なんだけれども実質的には自分たちが儲けて、自分たちがもう安泰な既得権益化してしまってる、まあそんな状態も結構見られるので、まあ結構この農協に関してそこまで権利を与えない方がいいんじゃないかなと思ってますね。まあ本来の趣旨はいいんですよ。本来の趣旨は農家さんを守るためにみんなで頑張っていこうねっていう、その趣旨はいいんですけど、今の農協っていうのがその役割を果たしているかっていうと、いやそうじゃないんじゃないっていうところですよね。だから本来の趣旨と今の現状が少しずつずれてきたんだったら、そのずれをなんとか修正するような農政っていうのも、これまた必要なんじゃないかなと思いますね。まあ特に農協のその農協を通さない形で商売しようと思った
新しい農業を始めた人たちに対してはものすごいなんか、まあ、村八分じゃないですけど、なんか地元の人たちからソース感食うみたいな、そういったような形でなんか締め出しをかかるっていう話もニュースも結構あるのでね、まあ、そういったものはやめてほしいですよね。まあ、といったわけで、農業には農業のやっぱり専門的な問題があって、そこもちゃんとやってくれる人たちがいないとね、あの農協が全て良いわけじゃないし、じゃあ完全になくしてしまえって言うとそこまででもないと、改善できる部分があればどんどんと改善しなければいけないしっていうところですよね。まあそこは、銀行さん、地域でかなり差がありそうですね。そうですね、あの農協もその地域ごとによって本当にいろいろあるようで、まあ例えば北海道だと、まあ牛乳バターとかそういった乳製品から作るものを、まあ、もう農協の方から通してやるわけなんですけれども、まあ農協を通してなんとかかんとかやろうって思う人と、いやいや農協通さないで私バター売りたいわって思った人たちとの間の、まあ軋轢のニュースなんかも結構以前から出ていて、まあそういったものを見ると農協の存在って本当にこのままでいいのっていうのはちょっと思いますよね。お父さん、農協の金融商品は闇が深い、いわゆる農協が金融機関としての儲けをめちゃくちゃそれで成り立ってるっていう問題はありますよね。そうですね、早川さん、農協って金融機関でしょ。そうなんですよ、あの人たちはもう金融業で儲けてっていう問題もありますね。はい、というわけで旅好き和夫さんについてのお話でございました。経済対策については、私は菅政権から引き継いだものがめちゃくちゃ多いのに、なんか自分でものすごいやった感を出してるけれども、まあ実際問題そこまでお金を出していないので、まず希望不足だと思っているし、お金の出し先としてもなんかこれピタッとくるようなものじゃないなと思ってます。なので55兆円が最大規模ですよっていう報道を見るたびに、実際には希望不足だし、効果としても多分ダメなんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、というわけで食べつき和夫さん、ありがとうございます。その他ですね、自公政権の話まだあったと思いますね。はい、よいしょ、たったった。兵庫加古さんの書き込みをご紹介します。外国人労働者の無期限許可とか移民につながる岸田政権の政策についてお聞きしたいです。私は反対です。はい、書き込みありがとうございます。外国人労働者の無期限許可とか移民につながる岸田政権の政策についてなんですけれども、私も兵庫加古さんと同じく反対です。もう完全に反対です。まあ私はあの他の人から見ればちょっと技術を過信しすぎじゃないかってまあ言われるほどに、基本的には新しい技術を導入することによって業務とかいろいろなものを改善できると思っている派です。でそのことについては以前の動画をちょっと、作りまして、その中でお話はしたんですけれども、そうですね、ここですね、外国人就労無期限滞在 OK にっていう、こちらの動画の中で反対ですよっていう話はしたんですけれども、基本的にはですね、外国人労働者を受け入れている現在においてもすでに問題はたくさんあります。例えば特定技能で入ってきた人たちっていうのは、まあ現代版の奴隷制度だって言われるぐらいにちゃんと、労働条件を守られていない。で、そういった状態をなぜ許しているかっていうと、取り締まりがあまりにも甘いという問題があります。で、それで一体何が起こっているかっていうと、例えば、まあ時給換算で言うと、まあ最低賃金にも満たないぐらいのレベルの低賃金で海外からやってくると。働き手を。で、農業で言うと、一人二人外国人技能実習生を入れれたら、まあ1000万ぐらいの売り上げの目処が立つなと。で、その二人を、まあ2、300万円で雇えればもう同じだなっていう、まあそういった人がいるとします。いやいや待てよと。それに対するツッコミとしては、日本人を
年収400万2人ぐらい雇ったら売上1000万でしょうぐらいな感じで、まあこの売上っていうのがまあ利益というわけではないんですけれども、まあそのぐらいの感覚で人間をしっかりと育成することを考えたら、日本人にもう雇ってその人にお金をかけて一緒に農業をすれば別にそれでいいじゃないのと。なんでそこでまあ本当に単純労働的に海外からやってくる人たちを確保しなくちゃいけないって思い込んでるんだと、まあそこ突っ込みたくなりますよね。で政府の方もそれをあたかも推奨するかのように、まあ今度の在留期間については、まあ、無期限化するような話が出ていますと。今本決定しているわけではないんだけど、そのための議論が進んでいるっていうことなので、私は明確に反対ですと。まあ移民の人たち自体を入れるときにはどうしてもですね、しっかりと、この人たちがその国に馴染むような制度設計をするんだったらいいんですけど、全くそうじゃないのにどんどんと入れようっていう、これはあまりにも無謀すぎる、失敗する、絶対うまくいかないし、そして実際日本に住んでる人、多くの人たちにとってなんであんなことやったんだと後から絶対言われるような、そんな失敗になると。でこの話をするときには、いやもうすでに移民制度で失敗している国々がヨーロッパを見ればあるじゃないかっていう話も出てきます。それは全くその通りで、どこかうまくいっている国があるんだったらそれを取り入れれば私はいいんですけど、それは失敗する例をわざわざ持ってきて日本でもう一回失敗しようっていう話になってるので、それは当然失敗するでしょっていう結論なんですよね。だって成功モデルから良いところを学んで成功しようっていうんだったらまだ論理的にもわかるんですけれども、今進めている話っていうのは失敗しているモデルをもとに失敗することをやって、さあ失敗しましょうねっていう、このどこにも成功する余地がないっていう、もう絶望的な選択をしようとしているわけです。まあこんなの絶対うまくいきませんよ。まあそういったこともあるので基本的には反対です。でこの話をすると、いやいやいや上川さん、それは全然現状わかってないですよ、もう今産業界は人手がめちゃくちゃ足りないんだから、だから入れる話をしているんですよっていう反論が来るわけですよ。でそれに対する私の答えは、なんで日本人に給料を出して働いてもらおうと思わないんだと。もうそこですよ、本当にそこ。今実際問題、日本人でもまだまだ、高い給料もらえてない、働けない人たちがたくさんいます。アベノミクスっていうのは基本的には失業者は減らすことができたんですけれども、一方において契約社員であるとか、まあ短期的なそのパートアルバイトといった低賃金で苦しむ人、正社員だけど、貧困の状態に近いぐらいの低い給料で働いている人たちがたくさんいます。でなんでそんなことになっているかっていうと、そういった低い給料でなんとか雇う、そして経営者は金を儲けるような会社が生き残るような状況を政府は温存してしまっている。まあそこが一番の問題ですよね。ちゃんと高い給料出すから日本人来てねっていうところには当然日本人が行くわけですよ。で、そういった企業が伸びるような制度設計をしないとダメでしょっていうところですよね。そう、猫パンダさん、日本人を育成しよう。その通りです。いや日本人でまだまだ、例えば年収150万円ぐらいの人たち、日本人でいっぱいいるわけですよ。でなんでその人たちがそこに留まっているかっていうと、さあ転職しようと思った時に同じような給料体系の会社がしか求人出してないと。いやそれはどうにもならんでしょっていう話になっちゃうんですよね。まあだからそういった会社がそもそも市場から退出されるぐらいな感じで、ちゃんと給料を出して経営がうまくいってる会社をまあ支援してあげることが一番大事だというふうに思いますね。で、特定技能実習生の問題なんですけれども、
まあ一番の改善点は、まず日本人と同じ業務をするんだったら必ず日本人と同じ給料を出しなさいよっていうのを、これを厳格に守らせることが大事です。特定技能実習生をもう本当に安くこき扱ってやろうみたいな人たちっていうのを、これも日本人の中に残念ながらいるので、これらの人たちをもうどんどん摘発してもう借り出していけばもう少しまともになるんですよね。まあ、例えば、特定技能実習生でうまくいってますよっていうモデルケースで紹介される会社としてですね、まあ、建設業の、会社が紹介されてたことがあります。そこはですね、解体工とか、まあ、本当に日本人にとってもきつい、本当に体力的にきついんだけど、でも給料いいですよっていう会社なんですよ。で、日本人だと、まあ、年収600万円とか800万円ぐらいもらえますよっていう、まあそういった、まあ肉体労働系なんですけれども、そういった会社で、まあ外国人実習生の人も同じように入ってますよと。で、どのくらいの給料もらってるんですかって言ったら、いや日本人と同じで、まあ月給50万円ぐらいもらってますよと。おお、すごいじゃないかって私は思ったんですけれども。で、その人にどんな風にお金使ってるんですかっていう話をしたら、いや、まあ、日本で必要な分を、まあ、手元に残して、あとはみんな仕送りで、本国というか、まあ、ベトナム人だったらベトナムにお金を送ってます、仕送りしてます、みたいな話してて。なるほどなと。でも、これ考えれば別に日本人でも、いや600万出せば働いてくれる人いるだろうって私は思うんですよ。まあそこが本当におかしいんだなって思うところで、さっきも言ったように年収150万とか200万っていう本当に低い給料で働いてる人たち、日本人でたくさんいる状態の中において、いや本当にお金出してくれてちゃんと働かせてくれる会社が他にあるんだったら、そこへ日本人を誘導する制度があればねって私は思うんですよね。まあね、あとはね、その有料な会社と有料じゃない会社のね、この見分け方っていうのはちょっとまあ難しいかもしれんですね。確かに。例えば解体業者が来ました。なんか外国人のばっかり人ばっかりだな。なんか怖いわって思うのはまあわかるんですけど、その会社でもう本当にひどい扱いをされてるかどうかは私たちにはちょっとわからんですからね。まあ何にしても日本人をまず優先的に働かせてくださいって私は思いますね。で、他にですね、外国人労働者の話をすると、基本的にはさっき言ったように、奴隷的に扱ってしまう業者っていうのが、馬鹿にならないほどいて、そのせいで、安く働かせる問題としては、やっぱり、そんな安い賃金でべらぼうにむちゃくちゃな働き方をされると、残念ながら犯罪に走ってしまう人たちもいるという、まあこれが大きな問題ですよね。それと同時にですね、あ、なんだ、外国人を安く雇ってしまえば日本人にお金出さないでもいいやって思う経営者がまたこれまた、のさばってしまうと。で、それにつられて他の業者も、いや、あそこなんかやたらと安い金で、まあ中国やベトナムから人雇って、なんか業績上げてるじゃねえかっていう形で、他の会社もやっぱり似たような形で日本人に出すのを、なんとなく抑制してしまうと。まあそんなこともありますからね。まあ結局悪徳業者をしっかりと取り締まって、奴隷制度にしちゃ絶対ダメだっていうところですよね。銀子さん、コンビニの店員さんはエリートな方。そうですね。変な話ですけど、ある程度人前に出れるレベルまでの人たちっていうのは、そんじょそこらの、学生よりも実は高学歴だったりしますからね。まあ、例えば、まあ、日本語をある程度、まあ、片言的に話せる人は、実は、英語とポルトガル語と中国語と、あとは何々語とかみたいな感じで、もう4カ国語ぐらいベラベラ喋っとるぐらいの、まあ、そんなぐらいの大学生が普通にお金ないな、仕方ねえな、みたいな感じで、まあ、バイトしてることもありますからね。よいしょ。ポチポチ。
まあ、なんというわけでですね、まあ、この外国人労働者の場合は、とにかく安いところで働かせるっていう考え方をしている人たちがまず問題点と。一方によって、じゃあ高い給料出してでもって思った時に、日本企業は残念ながら、高い給料を十分に出さないで、トップ人材を招くことが難しいっていう問題もあります。まあ、これはアメリカの企業なんかはちょっと今、外国人労働者の人が入るのなかなか難しくはなっているんですけど、コロナの問題の前であれば、まあ、例えばインドの、まあ、工科大学なんかを出た人たちに対してはもうしっかりと金出すから、うちにぜひとも来てくださいみたいな感じですんごい高級で、人々を雇ってたんですよね。で、じゃあそういう人たちを、じゃあ日本の、まあなんかどこかの企業が、ぜひとも、日本に働きに来ませんかっていう話になっても、いやー、インドでは英語は勉強したんだけど、日本語は勉強してないし、あ、なんだ、しかも、給料もなんかアメリカの企業よりも日本の企業安いですねってなったら、なかなか来ないですからね。まあここが難しいところで。で、そこで、なんとなく日本企業が、まあ働かせるところを探そうと思ったら結局中国人にみたいな話になって、やっぱりそうなっちゃうのみたいなね。もうここも勘弁してほしいところですよね。まあとにかくですね、まあ、総括、総論としては私は移民政策については反対と。で、移民政策をするぐらいだったら、まずは日本人自身を雇う方向で考えてくださいね。で、そういうふうに企業が考えるように税制優遇なんかもしなくちゃいけないだろうし、また、日本人の人手が足りないんだったら、いかにして業務を部分的にでも機械化するか、そういったところを、まあ、ぜひとも考えてほしいと。で、今日ツイッターでちょうど、まあ、似たような話があって、私、ちょっとつぶやきをしたんですけれども、スターバックスと、アマゾンだったかな、業務の無人化っていうのに結構取り組んでいますよっていうのが、出てまして、こちらまあ AFP 通信なんですけれども、スタバとアマゾンレジなし共同店舗オープンっていう話で、まあもともとアマゾンは、レジ係っていうのをそもそもなくして、もう店の中にありとあらゆるカメラをババババババっていっぱいつけて、店に入ってきた人がどの商品を手に取ったかなっていうのを全部見ておいて、お店の中で特にレジを通さずにそのままスルーっと出て行っても自動的にあなたは何々を持っていったから何々を買ったものとみなして、お金引き落とします、決済しますよっていうような形で無人店舗っていうのをまあ始めていますと。で、この技術っていうのはもうどんどん横展開できるだろうって話になっていて、まあそのスタバがそういった形で、あ、うちでもいいんじゃないのっていうことでまあ取り入れると。で、この話のミソっていうのは Amazon Go っていうこの仕組みなんですけれども、別にお店それ自体を無人化すると、まあ日本だと勘違いされることがあるんですけれども、そうじゃないんですね。Amazon Go の場合だと店内調理するものもあったりなんかするので、無人店舗っぽく見えて、実はその横に調理場があって、その調理場ではに、人間が働いていて、商品がなくなったらこれ作ろうって言って調理して、品出しして、でまた裏に引っ込んでっていうような形で、まあ店舗そのものは、まあ、人間も関わってるんですよね。で、 Amazon Go は一体何をじゃあ無人化したかっていうと、基本的には店内の接客業務っていうのを、まあ、基本的には無人化したわけです。特にお金のやり取りの部分については、もうあなた自分で商品を、まあ、梱包する必要はないんですけど、どれを買いたいかっていうところだけしっかりと押さえて、まあ、どうぞどうぞっていう形にしてあると。まあ、カメラ対策でいっぱいになってるので、万引きは非常に、まあ、難しいというか、もう、どこからどう隠そうとしても顔バレバレですよっていうにはなっちゃうので、まあそこら辺はあるでしょう。ただそういった後から追いかけるコストっていうのをある程度計算には入れてると思いますよ。100人が100人まあ、顔を完全に隠して商品盗んでいこうぜみたいな感じにはならないっていうの、まあある程度計算しながらやってると思いますね。まあでも日本でもね、今だと
まあコンビニのレジはちょっと複雑になりすぎてて人じゃないと難しいのかもしれないけれども、まあできる部分はなるべくしていった方がいいですよね。無人化、人手が足りないって言ってるんだったらどれだけその足りない部分を業務を効率化して少ない人数でできるようにするか、まあそこに知恵と、そして新しい技術の導入がまあ大事だろうと思いますね。だから自動運転なんかはまさにそれで、まあこれで影響を受けるタクシーであるとか長距離運転トラックであるとか、もしくは無人化の技術っていうのは、その他まあ電車にしても、あと船にしても飛行機にしても、まあ最終的には無人化する可能性があるので、まあそういったところ結構ね大事かなと思いますけどね。はい、そうですね。日野さん、無人コンビニ駅内にあったけどあっという間になくなって薬局になってた。そうなんですね。日本だと挑戦しようと思って、無人の店舗を作ってもなかなかうまくいかないっていう事情はあります。で、このチャットの中でも皆さん書いている方はおられますけど、あ、人がいなくなると、なんていうかな、素っ気なく感じて、なんかその店に近寄りたくないなっていう気持ちになる。まあそういったものが実際に、売り上げにもつながるんだそうです。なので今のところこの無人店舗で成功している例っていうのは、都会の巨大オフィスの中の、働いている人向けの無人コンビニっていうのが一番、成功しているんだそうです。で、これは一体なぜかっていうと、その巨大ビルの中で働いている人たちっていうのはある程度、まあ言ってしまえば収入っていうのは安定している人たちで、しかもまあ身分っていうのもまあそんなに変な人が混じっていない前提なんですよね。だから無人店舗作りましたよってなったら、まあオフィスで働いている人たちがもう普通に出入りして、もう商品持ってって、まあ決済も特に取りっぱぐれなく、そして万引きする人もまあほぼほぼまあ許容範囲だみたいな感じで経営が成り立つという形で、まあ今のところうまくいっていると。よいしょ。まあそういった形でもいいから、まあ始めることがまあ大事ですよというところですね。ルールさん、コンビニはさりげなくマルチタスク求められますからね。そうですね。私コンビニの店員だったら多分うまくいかないと思いますよ。まあ例えばの話ですけれども、レジの周りってものすごいいろんな業務あるじゃないですか。あれ全部覚えるって大変だなっていうのを見てても思いますからね。まあそれに実際に店頭に立った時にものすごい困ったお客さんも当然いるでしょうし、まあよく言われるのがタバコについては番号で呼んでくださいねって書いてあるけど、番号で絶対呼ばないお客さんとか、何々が欲しいって言ってるんだろうと思うんだけど聞き取れないんで聞き直すの大変だみたいな、まあそんなところからいざこざが始まるとかね、まあ、本当ありますからね。ダブルシュナウザーさんと日野江さんが、まあちょうどなんか連投してますけど、無人餃子店ができたなって話ですけど、そうですね、今本当にコロナの問題が起こった後、人との接触が嫌だなって思う人が、まあ以前よりも増えました。まあその関係もあって、まあ店員さんがいない方が嬉しいなって思う人たちは、この無人の店舗で餃子売ってるっていうのが、まあ結構、まあうまく展開しているそうです。私はこれ正直どこまで大丈夫かなって結構心配な方ですね。まあさっきまで無人店舗の話しましたけど、この無人の店舗の場合だと、決済は電子決済とかそういったものを前提としてるんで、まあ取りっぱぐれはまあ最低限の部分で済むだろうと思ってますけど、餃子の無人店舗の場合だと、電子決済とかじゃなくって、単純になんか料金箱が置いてあって、餃子がいくらなので持ってった人はお金入れてね、みたいな。え、そんな、頼りっきりなのみたいな。ちょっと怖いなって私は思いましたけどね。で、時々そのシステムがあまりにも性善説に立ちすぎているから、もうガバガバガバーっと餃子を盗んでいっていく人がいて、で、それはもう当然のように、店舗のカメラには映っているので、ニュースで流れると。あ、こんな盗む人がいるんだ、もうひどいもんだわっていう。いやーね。もう撮ろうとする側はもうカメラなんか気にせんで撮るだろうっていうね。
もう最低限なんかもうちょっとシステム的に頑張らんとダメなんじゃないのって思っちゃいますね。そうなんですよね。料金箱はさすがにちょっとね、もうせめて入り口になんていうか、ちゃんと有効期限の、何か、クレジットカードのチェックさせてねぐらいのものでもあればねとか思っちゃうんですけどね。でそれで言うと、まあ、昔から日本には農家さんが、まあ、無人の販売を作って、まあ、100円入れたらお野菜一つ持ってっていいですよみたいなやつがありますからね。まああれも少しずつまあ厳しくなってるのかなっていう、これはデータはないんですけれども、まあやっぱりこれからの時代厳しいでしょう。何しろそういう無人販売所じゃない農作物もめちゃくちゃ取られてるニュース出ますからね。リンゴがめちゃくちゃ奪われましたであるとか、大根が一夜にして畑全部なくなりましたとか、高級果物がやられたとか、もうなんだったらお米についても、これから収穫だと思ったらもう誰かが収穫してもうなくなってたよとかいう、そんなバカなみたいな話とかもありますからね。兵庫加古さん、お茶代に喉を大事にしてください。ありがとうございます。ゆうさん、あ、じゃないわ。あらららさん。いやいや、最近は無人野菜売り場にも防犯カメラありますよ。そうですよね。それでニュース、私もそれでニュースを見ますね。あの、野菜の無人販売所から盗んでいく人の映像が、ニュース映像で出てくるっていう世界ですよね。いや、その防犯カメラつけることを考えたらもう、いや、まあでも、農協に出すにしては結局規格の問題やったりで、道の駅に下ろすにもまたその道の駅の売り場をめぐる同じ農家同士の争いがあったりとか、まあ大変っていう話はまあ聞きますよね。佐藤ひろみさん、カツオの大量盗難あったな。もうそれは別口ですよね。あの焼津漁港でカツオの大量盗難っていうのがあったんですけど、これは、漁港の職員の人が長年にわたってちょろまかしていたんじゃないかなっていう事件で、まあ、ちょっとあの、今までの話とはちょっと別口ですけど、そんな腐った職員いるんかいっていうところで恐ろしいですよね。サンイさん、我が家の柿はすべてカラスに盗まれました。まあカラスはまあ盗みまくりますからね。まあ規格外品をいかにして使うかっていうのは結構大事ですよね。例えばカット野菜にしてそれをまあ流通させるっていう手があるんですけど、いいな、その方法がいいなと思ったのに、なんかそういうカット野菜の裏面見たらこれ中国のものですよとか書いてある時があって、えーっていうね。いや、日本で規格外の野菜なんていっぱいあるだろうに、なんで中国でカット野菜を作ってまあそれを輸入してるんだ。まあ冷凍の野菜とかだ、まあそうなんですけど、まあそんなこともありますかね。ちょっと怖い話でございます。あ、牛も盗まれましたね。ありましたね。で、牛が盗まれた時は、そんなもん盗むの誰なんだよっていう話がありましたが、結局それを食べてる人たちがいたニュースがありましたよね。まあこれは残念ながら、まあベトナムの人たちの話だったりましたけど、まあもちろんそれ以外もあります。本当に転売するとかもありますからね。ちょっとそれじゃあ次行きましょうかね。というわけで、兵庫加古さんの外国人労働者の話からちょっと話はいろいろ飛びましたが、まあ、基本的には反対でございます。よいしょ。あとは、岸田政権の話はどうかな。他にもあったような気がするけれど、ちょっと違うか。のこさんも同じく外国人労働者の話ですね。こちらの方書き込みをご紹介します。外国人の労働者無期限許可は大反対です。いつも目先のことだけの政策で、入国後に万が一働けなくなったらアフターケアもできていないし、失業保険、生活保護を出すようになれば結局高くつきます。日本人の失業された方や引きこもりの方たちの賃金を少し高く上げて労働した方がよっぽど日本のためになるんじゃないでしょうか。
岸田政権には呆れています。というわけで、のこさんの書き込みありがとうございます。外国人の労働者無期限許可は大反対、私も全く同じ意見でございます。で、今の制度にも問題があるのに、それをさらに拡大するっていう、もうどうしようもない話になっております。で、日本人にしっかりと給料を出して雇ってもらう、まあこれが一番大事なポイントですよね。で、私の場合だと以前の解説動画の中で話をしたんですけれども、海外から呼ぶことを考えたら日本国内での移動にももっと支援をっていう話をしております。特に都会でもうギリギリの生活してますよ、ワーキングプアですよ、私みたいな人たちが、あなたに、まあ、引っ越し費用とか、もしくは住むところを、まあ、ちょっと最初の数ヶ月分国で面倒見るから、田舎で働いてみないみたいな形で、まあ、斡旋するようなことができたら、ちょっとね、まあ、定着率はどれほど高いかっていうのは、もう問題があるんですけれども、まあ、10人に1人でもそれで農家に、まあ、働きに出かけて、あ、なんだ、都会で月給15万円で働いていた私が、なんか農家で就農して月給50万円になりましたなんていう夢物語が出てきてもおかしくはないという感じですよね。まあ、なかなか、農家で50万円になるとは、自分がもう自分自身で経営しないとは難しい話ですけれども、まあ、少なくともね、田舎の方で農家で安定的に物を作れるところであれば、そこまでワーキングプアに並んでもとはちょっと思うんですけどね。まあそれで少しでも多くの人たちが救われたらいいのにとは思いますね。というわけで次に行きましょう。こちらも、岸田政権と話つながりますね。ミキさんの書き込みをご紹介しましょう。上川さん、勉強になる動画をいつもありがとうございます。中国との関係についてなのですが、人権問題や領土問題など様々な問題がある中で、中国との友好都市のつながりというのは日本にとって有益なのでしょうか。というわけでミキさんの書き込みありがとうございます。こちらもですね、岸田政権との話にもまさにど真ん中の話なんですけれども、人権問題や領土問題など本当様々な問題が中国とはあります。本当に日本の外交政策にとってはアメリカとの関係も大事だし、中国との関係も大事です。この子で言う大事っていうのは、中国には問題がめちゃくちゃあって、これに対してどう対処するかっていうのを真剣に考えないとダメですよっていう意味での大事です。さて、中国との友好都市のつながりっていうのははっきり言って何の意味もありません。有益か無益かっていう話をしたら、その先にはもう一個有害っていうものもあるので、まあ選択肢としては3つですよね。だから有益になりようがないんですよね。子供たちとの間で、例えば、まあ、交換親善のために、お互いに何か、街を訪れましょうねっていうことは、それぞれの人たちにとってはまあ確かに、別に悪いことではないんですけれども、じゃあ友好都市提携を行って、そういった関係を行った時に何か本当にそれ以外いいことあるのって言ったら、いや別にないんじゃないって私は思いますけどね。なんかそういう風にして、私は国際、私っていうか、まあどこかの町の市長であるとか、そういった人が、いや我が市はもっと国際的にならねばって言って、じゃあそれで友好都市で中国深圳に出かけていって、なんとか友好都市提携をって、いやなんでそこっていうね、いや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 、中国じゃないでしょって私は思うんですけどね。まあ私の場合だとどうしても、まあ欧米の方に目が向いてるっていうこともあって、まあ中国じゃないでしょって思いますけど、友好都市って言って近場でいいっていう話になったら、別に大陸まで行かなくても、まあ台湾のどこか高雄市とか、まあそういったところに出かけていって友好都市提携を結びませんかとか、まあそっちの方がよっぽどいいんじゃないかなと。まあ国民性っていう意味においても、まあ日本人との融和性は非常に高いですけれど、高いので、でしかも距離的にも近いし、でもまあ美味しいものもいっぱいあるよっていう話もまあありますよね。で、台湾の人たちもまあ同じく日本に来てもらって、子供同士で交流を図ってもらうと。
っていうのもまあいいんじゃないかなと思うので、そういった意味でも距離が近くって友好的で、そして今後ももっともっと仲良くなっていきましょうねっていう、まあ、全ての条件を兼ね備えた台湾が近くにあるのに、なんで台湾を頭ごなしに飛び越えて大陸側に行くんだよっていうのが私のまあちょっと問題だと思うところですね。はい、というわけで、基本的には友好都市関係っていうのは特にこの長期的に友好関係を結びたいっていう狙いから明らかに実際に結んでいるところがまあおかしなことになっているっていうのが私の見方です。はい、ありがとうございました。それでは次行きましょうかね。じゃあちょっと、選挙の話もあったんでここ行きましょうか。ガロさんの書き込みをご紹介しましょう。上川さんの立候補の準備は進んでいますか？はい、というわけで、岸田政権このままだと自公政権のかなり選挙でまずいことになるだろうなっていうのがまあ今のところ見立てなんですけれども、まあ実際どうなるかについてはその時になってみなければ分かりません。選挙については、例えばですね、新型コロナの問題があって、この2020年2021年というのは日本経済にとってもめちゃくちゃ厳しい時でした。まあこの影響っていうのは本当にいろいろなところに出ていて、一橋先に経済活動を復活させたアメリカなんかはもうめちゃくちゃまあいい状態にはなってる、まあめちゃくちゃいいっていうほどでもないですけど、まあとにかく物流網がもう大復活して、それによって影響が出ているっていう形ですよね。物の運ぶ運賃もめちゃくちゃ高くなっているし、そして物を動かすための燃料である原油価格も暴騰してるし、で日本国内ではガソリン代もめちゃくちゃ上がってるしっていうところで、まあこのあたりですね、もうちょっとみんなが危機感を持って政権に、いやいやちょっとね、もうこのひどい状況の中で何とかしてよっていう中で、政権が何ともしなくてもみんなの心の中で新型コロナの問題が一旦落ち着いたから、ああよかったなっていうことで問題意識をちょっと一旦横に置いて、ほっとしているうちに参院選になって、なんだ岸田政権別に何もしてないけど、まあコロナの問題も収まったし、まあまあいいんじゃない、続けばみたいな感じで選挙にうっかり勝とうでもしようものなら、なんて恐ろしい時代とかちょっと思います。まあそれはいいとして、私の立候補の準備なんですけど、残念ながら今の現状からすると立候補までは遠い道のりになりそうだなって思っております。まあ、さてなぜそのように思うかなんですけれども、私の考えているのはまさに、ずっと前から、衆議院じゃなくって参議院選挙の方を目指していますよって話をしていました。これはこのチャンネルで、一番最初の頃から、まあいつかは選挙にっていう話はしてますけど、その頃から参議院の方ですよっていう話をしてきました。でそれはなぜかっていうと、衆議院選挙の場合だと皆さんからの投票のほぼほとんどが受け付けられなくなるんですよね。例えば私がまあ鳥取県から出ますってなったら、鳥取県に住んでない人に対してはもう投票しようと思っても投票不可能なわけですよ。まあそれが東京であろうと大阪であろうと、北海道であろうと九州であろうと全く同じ問題がどこでも出てきちゃうんですよね。衆議院選挙の場合だと、とにかく個人で出馬してもほぼほぼ不可能っていう状況です。じゃあどこかの党に所属してってなると、私の場合だと、ずっと言ってますけれど、どこかの政党に入れるものならっていうよりは、その前に自分が入りたいと思う党がないですよっていう問題があるんですよね。どこかの政党が、うん、この政党から私も出て政治家として頑張っていこうみたいな党があれば、まあ全く別に自分で一人で叩こうなんて思う必要ないわけですよ。ところが今ある政党の中で、よしこの政党に入って頑張ろうって思えるようなところがあるかっていうと全くないんですよね。例えば自民党総裁選の時、私は高市早苗さんが一番日本のためになるから一押しですよっていう話をしましたけれども、じゃあ自民党が私が入りたいと思う党かっていうとそうじゃないんですよ。これを話をするとちょっと難しいんですけれども、自民党は基本的に政権与党なので、
何か政策を実現させようと思ったらとにかく政権与党に入るべきだっていう考え方があるんですけど、その考え方は一つ正しいんですけれども、私の場合だとそうはしたくないっていう。なぜかっていうと、親中親韓派の人たちがいて、その人たちが政権与党の中でも力を発揮すれば、絶対にこれ飲みたくないっていう政策について、いざ国会で賛成票を投じないといけないっていう場面が必ずやってくるんですよ。それこそ今回の生放送で出てきましたけれども、例えば移民受け入れ政策に振り切ろうとしてるなっていう話が出てきてるわけですけど、これに関連して、関連法案の修正をかけますよってなった時に、自民党の中でこれはもう賛成ですよ、党議拘束かけますよってなった時に、いやこんなもんダメでしょうっていくらまあ自民党の中で話をしても、逆らうのお前って話になったらもうアウトじゃないですか。でももう仕方なくそれに賛成したら、もうその瞬間みんなからは、なんであなた反対って言ったのにそこで賛成するの、言ってたことと違うじゃんっていう話になるわけですよね。もうこれ終わってますよ私の場合だと、っていうことがもう十分あり得ると。じゃあ他の野党どうなのってなった時に、じゃあ他の党ってな、私は本当にってなるんですよ。今の野党っていうのは基本的にはまあ、どれもって言うと変ですけど、問題点は必ずあるんですよ。いやこの政策いやダメでしょ。まあ立憲民主党なんかもそうですけど、あれはもう1から10まで私は全く毛嫌いしてるからダメなんですけれども、なかなかね、うん、ここだって思えるところ私にはないんですよね。でじゃあ私の場合、今の結論としてどういうふうに考えているかっていうと、まあ自分の政党をまず作りましょうと。まあ一人政党ですけど、まあ作るしかないなと。で、そうすれば最低限自分の考えは 100% じゃないですか。まあひどい話ですけれども。まあ政党を作りますよと。で、何々党で私は出ますよ。比例代表は党首は私ですってなったら、参議院議員の場合だと、比例代表っていうのがあるんです。この比例代表っていうのは日本全国からまあ、丸々党に、投票しますよっていうのが、まあ、集計されるっていうこともあるので、目指せそこで、当選という形ですね。ただしこの参議院の比例代表の当選ラインが一体どこかっていうとですね、100万票なんですよ。分かってるんだけど遠いゴールだっていうとこね。だから逆に言うとですね、YouTube でこの100万人を目指すっていう戦略は私は間違ってないと思うんですよ。実際問題、他に手段絶対ないと思うので、何しろ私がどこかの駅前で、今の対中国政策は間違ってるっていう、まあ、話をするとしても100万人の支持は絶対ないと思うんですよ。インターネットだからこそより多くの人たちに声を届けることができて、その中で、ああ上川さん頑張ってくださいねっていう人を募るっていうのが私の考え方なので、まあなかなかゴールが遠いんですけど、まあ明確にこれしかないなとは思ってるので、まあなかなかね、まあ準備を進めようと思っても難しいところでございます。まあ何しろ100万票を目指してるのに、私のチャンネル登録者数は今10万人ちょいちょいですからね。この状態で選挙に出ると何が起こるかっていうと、供託金が600万円必要で、その供託金600万円を没収される確率 100% っていう、もうなんか血の涙が出そうな状況なんですよね、残念ながら。なので、まあ自分としては、ああ次の参議院選挙にまでに間に合ってくれたらなと思ってたけど、ちょっと甘すぎたなっていう、まあそういう感じですよね。まあただですね、別に私は、次の参議院選挙で出なかったからって、なんかそこで終わりかっていうと、そういうわけではないので、時間軸はもっとなるので、そういう意味では別にこの戦いが終わるわけではありません。はい。で、そうですね、今書かれてますけれど、
あらららさんがやっぱり市議くらいからコツコツですかねっていうことを言われてますけど、まあそういう路線もあります。例えばですね、あのなるべく支持者を多く確保しようっていうことを考えたら、例えば東京都議選に出て名前をまず売りましょうと、東京都のためにはこんな政策が必要だっていう話をして、まずは自分の、政治家としてのまあ成り立ちというか志を話して多くの人たちに届けると。で実際にこれでまあ当選するとは思っていないんですけれども、まあ、まさに売名行為ではあるんですけれども実際にまあ選挙に出て、そこで東京の人たちに対して訴えかけて、東京都知事選に落ちた後東京の都議を目指してまず活動して、東京都議になって、そこでまず政治家としてのスタートをして経験を積んでいって、さあ次は国政選挙みたいな、まあそういう計画するっていうプランも確かにあり得ります。YouTube では実際に東京都議の誰々さんがまあっていう形で動画を出していて、その中においてやっぱり肩書きっていうのは結構重視される方たちいますので、一般人の私が喋るよりもやっぱり東京都議ですよっていう方が政治的なニュースを話す、その中でやっぱり あの人はそういう政治家として活動しているんだな、いいんだなっていうふうに思われる方たくさんいますからね、まあ、そういう路線も確かにあると思います。まあ、ただこれをやろうとするとまたちょっと違う視点で考えなければならないのは、私の場合だと国政レベルの例えば憲法変えた方がいいですよとか、自衛隊についての国防費をいかにして増やすかとか、まあそういった話をしてると、まあ東京都知事に出るんだったら東京都政のことを考えないといけないし、東京都議を目指すんだったら東京のそのどこどこ区の話を具体的に話せるようにならないといけないなとか、まあ本当にちょっと違うことを考えないといけないっていう問題はありますね。で、まあ今東京都、東京都知事や東京都議の話しましたけど、なんでそこなのっていう話をすると、やっぱりその後国政選挙に出ることを考えたら、人数の少ないところで、まあ議員生活を始めてもやはり国政に打って出るのは難しいと思ってるんですよね。例えば人口がまあ5万人ぐらいの町の、まあ例えば町議員議員になりましたと、まあ2000票とか3000票あれば受かりますよみたいなところに出て、そこで私政治家として活動してましたっていう人に対しては、まあ残念ながら皆さんのこの評価はかなり厳しいんじゃないかなと思います。まあそして多くの人たちの支持者を集めることも難しいだろうと。結局のところ人口の多いところで、まあそういった自分の名前、そして自分の活動を知ってもらうっていう、まあ現実に落とし込んでいくと東京都っていう風になっちゃうんですよね。まあ何にしても次の参議院選挙に出ようと思ったら、まあ最低限600万は必要なので、その600万がちょっと吹っ飛ぶことを前提にしている今だとちょっと厳しいなと思ってますね。山下秀樹さん、スーパーチャットありがとうございます。寒いので灯油台の差しにありがとうございます。まあ何してもですね、私自身はそのたとえ政治家にならなかったとしても、別にこうした政治的な意見を皆さんにお伝えするっていう活動を別にやめる気は全くありません。なんて目的は別に国会議員になることじゃないからです。私が話をすることによって、ああそうだよねとかね、うん私もそう思っていたとか、まあそういった具合にして納得したり理解を深めたり、あ知らなかったこともこういうこともあるんだっていうね、そういった気づきであるとか、もしくは私がこういった方にやった方がいいんじゃないのっていう話を聞いて概念を受け入れてくれる人たちがいれば、私はそれで結構政治的な発言をした意味があると思ってます。だから決して無駄ではないんですよね。YouTube でこういった政治的な話をするのは。今回の生放送で言えば、まあ移民政策に反対ですよっていう意見を話して、で、あ、上川さんも同じ意見なんだっていうふうに思ってくれた上で、その上で見ている人たちも、あ、私も反対ですっていう意見を言いやすくなるんだったら、私はこれでも十分一つの政治活動だと思います。まああとは、この活動を長く続けていくことで、
たとえこのチャンネルの動画を少し飽きて見るのをやめた人でも、ああ上川さんってそういう政治的な発言してる人だよね、この人はこういう人だから、まあ信頼できるかもしくは信頼できないか、どっちかの評価を覚えておいてもらえれば、例えば動画を見るのを一旦やめたとしても、いずれ私がもうちょっと活動の展開をしたときに、あ、ようやくそこまで行ったか、じゃあ動画は最近見てないけど頑張ってねっていう具合にして、後からまた復活的に応援してくれる人も出てくるんじゃないかなっていうのをちょっと思っております。しっぽ、馬野さん、下手に政治家になるよりネットの方が正しく伝わるかも。そうですね、この懸念については私の場合はあんまり当てはまらないと思いますね。というのも、あの政治家になった後で、問題じゃないや、政治家になった後で発言がブレ始める理由っていうのは、ほとんどの人の場合がどこかの政党に所属している関係で、その党の政策に引っ張られるっていう問題があるんですよね。自民党の議員であれば、選挙に出て、皆さんに私はこういう考え方を持っていますから応援してくださいって話をしたときは、まあある程度その本人の意見っていうのを、まあ自由にって言うと変ですけど、ある程度言ってるんですけども、選挙が終わった後だと、この党の政策はこうですよっていうのを決まってしまうと、どうしてもそっちの方向に引きずられて、発言もあれおかしいな、選挙の時はそんなこと言ってなかったのにな、なんでそういう方向に行っちゃうのっていうことが起こるんですよね。まあそうならないようにするために、私はまあどっちかっていうと、今ある政党に入るんじゃなくって、まあ入らない方向でちょっと考えないとなっていうところですよね。あらららさん、多分ヒカキンなら即当選する。私は当選すると思いますね。 100% 当選すると思います。まあ、政治経験がどうこうというよりも、ある程度の知名度があって、そしてまあ実際に選挙に出た時におかしなことさえ言われなければ、ヒカキンさんはまず間違いなく、当選すると思いますね。まあ、例えば子供の教育を私はもっと真剣に考えていますみたいな話をしたら、まあ若い人を中心にして、ヒカキンさんだったらこの今の停滞している日本の教育についても、もうちょっと楽しくみんなが学校生活を楽しみながら学べる、そんな環境へとなるんじゃないかなみたいな期待を集めることはできる可能性はありますね。まあそういったわけでですね、まあ私自身は国会議員になることが目標ではなくて、国会議員になれば、まあ私の政治的な発言力とか影響力が高まる手段として、まあ有望だというふうに考えております。まあ特にこうやって YouTube で話しているよりも、まあ国会議員という肩書きがつくだけで重視してくれる人たちがいるだろうなって私は思ってます。日本の場合だとこの肩書きっていうのは、あのなんだかんだ言って無視できないものがあるんですよね。もちろんそれを理由としてつく支持者っていうのも、まあそこまで重視しなくてもいいんじゃないって思われるかもしれないですけど、まあこういうのは本当積み上げですね。もう意見を純粋に聞いて、あ、頑張ってねって言われる人もいれば、ものすごい何か肩書きを用意された瞬間に、あ、なんかそういう肩書きを持っている人の意見だったらちょっと話聞かないといけないなみたいなことになる。まあそういった人たちはいますからね。例えば、私は内閣官房参与ですよっていうのを見せられると、お、内閣参謀官ですか、では総理大臣なんか意見を求められたら答えられるんですね、うん、こういった人の意見は聞かねばみたいな形で、何を言っているかではなく、その肩書きにもうなんかメロメロになっちゃう人とかいますからね。まあそうですね、アンチも増えるかもしれないですけれども、まあアンチが増える以上に支持者が増えないことには、まあっていうところですね。さて、それでは少し続きいきましょうかね。岸田政権の話で言うと、まあ同じくですね、日本政府どうするんだ問題っていうのがあります。これが、北京の冬季オリンピック関連の話でございますね。今日も一日頑張りでさんの書き込みご紹介。
北京冬季オリンピックはボイコットになると思いますか？私はボイコットの可能性が高いと思います。ということで、今日も一日頑張りでさん、ありがとうございます。同じく北京オリンピックについて言及されていた方が他にもいたはず。誰だったかな？ちょっと待ってくださいね。あったあった。西岡英二さんも同じくこの問題について、書かれております。冬季オリンピックの参加について、アメリカと日本の対応はどうなのでしょう？ということで、同じくやはりこの冬季オリンピックどうなるんだ問題を。さて、この話題についてはちょっと待ってくださいね。ニュースを用意しております。まず北京オリンピックについての関連のニュースが出ております。直接的に関係ないだろうって思われるところが実は関係してるっていう、まあこれがなんていうかな、連鎖的反応とでもいうものですね。その話としてちょっと引き合いに出すのがこちらのニュースです。WTA のトップが中国市場からの事業撤退辞さず、不明選手の説明ない限りということで出ているんですけれども、これは一体何のニュースかっていうと、女子のプロテニス界、まあこちらですね、 WTA っていうまあ団体っていうのがあるんですけど、こちらがですね、女子選手が今中国でですね、とても中国の政治首脳部にいた人が自分の権力をある程度傘に切る形で、プロテニスプレイヤーと接近して、まあ、愛人にしたんじゃないかなという話が出ておりまして、そのことを女子選手が告発した後において、今どうやらどこかに監禁されてるんじゃないかなって思える状況になってます。で、この話に関しては、いやいや、おかしいだろうって言ったのが、まさにこの女子テニス界の、まあ、主催者側の責任者の方が、これ、こんな状態だったら中国で、まあ、大きな大会ではとてもじゃないけれど、できませんよと。で、その時の話としてですね、一体何を言ってるかっていうと、この問題、これは確実にビジネスよりも大きな問題ですよという話をしてるんですね。中国で大会を定期的に開こうっていう話はまずこれありまして、深圳市でだいたい2030年まで連続的に、WTA の大会っていうのを開く予定でしたよっていう話があるんですね。で、これは WTA にとって何が良いかっていうと、深圳で定期的に大会が行われるということは、当然のように中国企業がスポンサーに入ってきて、まあ地元企業がまあお金を出して、まあすごく大会的にもまあうまくいくだろう、お金としてビジネスとしてうまくいくだろうっていうのがまあ目算として立つわけです。でも、この女子選手がもう監禁されたかもなっていうこの人権問題を全く放置した状態で、この女子のプロテニス大会なんかできるわけないじゃん。これはもうビジネスなんかよりもすんごい大きな人権問題だよって、まさにこの主催者団体の会長が言ってると。おお、これは大きな話になったなっていうところで、これはもう男子選手も同じようにしてこの問題を取り上げていて、まあ有名なジョコビッチ選手なんかも中国撤退するかもなって言ったこの WTA の支持を表明すると。いう事態へと発展しております。そしてこの話はですね、 WTA からさらに飛び火して、IOC 委員、まさに北京オリンピックの関係のところまで飛び火しております。まあ IOC はまさに国際オリンピック委員会なので、北京オリンピックにとっても絶対に無視できない相手なわけです。で、この IOC としてもこの行方不明になったんじゃないっていうこの女子選手の問題を取り上げて、いや中国さん、このままじゃとんでもないことになりますよっていうことをまあ言っております。さあ、この話はですね、さらに飛び火しております。スポーツ団体がこの人権問題に関して問題問題というふうに言い立てているのがさらに飛び火して、今度は国連が調査要求するっていう話へとさらに飛び火しております。
これはまさに人権問題がこれだけ注目されているんだから、いやおかしいんじゃないですか、これ中国さんちゃんと対応しないとダメですよっていうことで、さあ国連も調査を求めるところまで話は進んでおります。まあ、このようにスポーツ団体の話からどんどんと IOC 国際オリンピック委員会へと話が進み、さらに国連の話へと進み、さあ国家の話にここで発展します。アメリカのバイデン大統領は北京オリンピックについて外交的ボイコット検討しますよというニュースが流れております。この話の伏線っていうのは、トランプ大統領とバイデン候補者が戦っているアメリカの大統領選挙の頃からもうすでに下地はあって、中国には人権問題がある、こんな中国に人権問題があるのにオリンピックに政治家行っていいのかね、行かん方がいいでしょうっていう話はもうその頃からすでに出ておりました。民主党の下院議長ペロシ議員がですね、この問題を取り上げて政治的ボイコットをすべきだという話をしておりました。で、大統領選挙が終わった後、この民主党っていうのは結局いわゆる与党側になっているので、与党の意見として、まあ、いわば重鎮のペロシ下院議長が政治的ボイコットをすべきだって話を、まあ、ずっとそこからし続けていることもあって、じゃあバイデン大統領あなたちゃんと中国に対して強く言えるのっていう、いわゆる踏みを迫られた時に、まあ政治的ボイコットを、いやいや私もちゃんと検討していますよっていうことを言わざるを得ないわけですよ。ここでいややっぱり、いや行くに決まってるでしょうなんて言うことはできないわけですね。与党側の方からちゃんとこの政治的ボイコットについて求められているっていう状況ですから、まあなのでバイデン大統領の心中がどうなのかっていうのは一旦横に置いておいて、少なくとも与党である民主党側から政治的ボイコットすべきだっていう要求が出ている以上、大統領としてはそれにお断りすることはなかなか難しいというところですね。さてその話を受けて日本どうなのよっていうところが、書き込みのあったところなんですけど、ここでご紹介しましょう。岸田首相、日本の立場で考える。岸田総理大臣は19日午前、総理大臣官邸に入る際、岸田内に対し、それぞれの国において立場があり考えがある、日本は日本の立場で物事を考えていきたいと述べました。官房長官は、日本の対応現時点で決まっていない。松野官房長官は閣議の後の記者会見で、北京オリンピックへの各国の対応についてコメントすることは差し控えたいと述べました。その上で、日本の対応については現時点で何ら決まっていることはない。林外相、要人の出席は未定。林外務大臣は閣議の後の記者会見で、北京大会への各国の対応についてコメントをすることは差し控えたい。我が国としては、北京大会がオリンピックとパラリンピックの理念にのっとって平和の祭典として開催されることを期待している。我が国の要人の出席については現時点で何ら決まっていることはないと述べました、という具合にしてですね、先ほども述べたように、アメリカにおいては与党である民主党から、いや政治的ボイコットすべきじゃないっていう話がもう出てると。で、大統領はそれに突き上げられる形で検討しますというふうにお答えをしました。さてそれに比較して、日本では日本の立場で考えると、おやおやと、検討するという一言すら言えないのかと。岸田総理は本当にね、もう不安しかないっていう話をしてますけど、本当に残念な総理大臣でございます。で、まあこんな話もあるので、こういったニュースへとつながってるんですよね。まあ今日の話ほとんど岸田政権に対するなんか愚痴っぽい話ばっかりですけれども、移民政策についてもそうですし、今回の北京オリンピックについての関連のワードとしても、やっぱりっていう、もうなんかため息の出るような展開になっております。そしてそのことが現れているのがこちらのニュース。ツイッターで、岸田政権の退陣を望むがトレンド入り、保守層を中心に批判殺到ということになっております。まあキーワードとしては本当に
岸田政権のやっているいろんな政策が実行段階もしくは実行する前の着手するかどうか意見表明、まあ、様々なレベルでいろんなことが起こっているわけですけれども、そのどれもが指し示しているものは先行きについて希望的ななんか明るい気持ちになれる話は全然出てこないと。まあ人事のところから本当に暗雲が漂っていたけど、その暗雲の漂っていて当然のような結果、もうダメじゃないこれ、親中路線行っちゃうのっていう方向に少しずつ色濃くなっちゃってます。でこの話もしないといけないんですよね。中谷補佐官、中国人権看過できず制裁法には慎重。中谷補佐官っていうのはですね、岸田総理が経済安全保障っていうことを打ち出して、特に中国に対しては経済的にはしっかりと日本国内の技術や人について守っていかないといけないよね、中国に対しても人権問題に対してはしっかりと調査してこれを問題を指摘していかなくちゃいけないよねっていう話をしていました。まあ、そのために中谷補佐官を国際人権問題担当という補佐官に任命しました。まあ、つまりこの問題に取り組みますよ、中国に対して人権問題いっぱいあるんだからあなたたちに対してものを言いますよっていう準備を整えたわけです。さあ準備を整えて、じゃあ実際に何をやるのかなっていうのがこれからの注目点だったわけですけれども、その党の本人である中谷補佐官が一体何を言っているか、看過できないような状況がある、これは中国に対してですね、日本としてどう対応していくか政府で検討する必要があると語った。まあまあまあ時間が必要かもしれんねっていう、まあそこまではいいんですよ。一方、重大な人権侵害行為に制裁を科すための日本版マグニツキー法の制定については簡単にいかないと慎重な姿勢を示したと。一方的に価値観を押し付けて制裁するやり方も一つだが、寄り添って問題を解決する役割を日本は期待されている。紛争を助長したり、ことを荒立てたりするのが全てではないと述べ、対話と協力を人権外交の基本とする日本政府の立場を説明したということで、この答弁というか記者への説明は全くのゼロ点でございます。なぜゼロ点かというと、あなたは一体何のためにこのポストを用意されたのっていう、そこからの話をしなくちゃいけないと。一議員として、いやちょっと難しいですねっていうのとは別にして、もうまさに中谷さんは国際人権問題担当の首相補佐官に任命されたのにもかかわらず、いやこれからは中国と、いや寄り添って話し合いをしていくんですよみたいな話は、いや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 、あなた何言ってるのと。これからまさに人権問題に対して強く打って出るための根拠となる法律、マグニツキ法を制定するためにあなたいるんじゃないのっていうね。推進すべき側に立って、そのまさに当事者の人が、いや、これからはそんな制裁なんか考えませんよ、対話と協力ですよみたいなことを言ってるっていうのも、もうダメダメでございますよ。まあ、こういった話も、やっぱりこの岸田政権の退陣を望むの、理由の一つになってるという形ですね。まあ移民問題にしても経済対策にしても、この中国に対する問題にしても、なんか次から次とダメだダメだこれダメだよっていう言いたくなるような話が次から次と出てるんですよね。で、まあちょっとその他もですね、これダメじゃんっていう話はもう一つありまして、金融所得課税強化に賛否ということで政府税調の話も出ております。岸田総理はですね、総裁選の時においてはクワックスは是正というものを目指して、金融所得課税については検討すべきだという話をしていました。まあ、ところがですね、選挙の時にはこれを引っ込めました。なぜかっていうと、自民党総裁選の時に金融所得課税を検討すべきだという話をした途端、ものすごい勢いで、いやいや何言ってるの岸田さんっていう形で、まあ、ツッコミが入ったと。でそのツッコミのあまりの大きさっていうものを受けて、実際の選挙、
自民党の周りのその他もうみんな国民の前ではこの金融所得課税については引っ込めてたんですよ。ああこれは選挙に負けるからまあ言わないようになったんだろうなっていう、まあそこまではまあわかると。じゃあ選挙が終わった後どうなるかっていうと、さあ再検討だ、検討作業に入りなさいっていう話になって、おい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 と、選挙が終わった瞬間また復活かよこの話っていうね。まあ金融所得課税でまあものすごく誤解されているのは、金融所得課税強化すると何が起こるかっていうと、お金持ちの人たちはまあまあまあもともとお金持ちなので金融所得課税が強化されたところでも、まあ収入は削られるんだけどお金持ちであることには別に変わりないわけですよ。ところが金融所得課税を強化した途端に 何が起こるかっていうと、いわば普通の中間所得層の人たちであったり、もしくはもう仕事を引退して定年退職して、私は老後の余生を過ごしているんですよっていう人たちの 株の配当金などについても課税強化されるんで、実際にはより多くの庶民の人たちにとって痛い支出アップになるっていうふうに言われてます。まあお金持ちの人たちにしてみればね、まあ元金がまあ例えば1億円で 10% 取って1000万円利益上がったわっていうレベルの人たちと、一方において高齢者の人たちが自分の生涯をかけて少しずつ少しずつまあ配当金の出るような会社の株を買い溜めていってみたいな形で、そういったものを期待して金融所得が出ているものについても課税強化ですってなったら、まあ生活に直結してしまうということもあって、まあ金融所得課税については、まあ検討するって言った瞬間、ものすごい逆風が吹くであることは分かっているにもかかわらず、ああ、この作業に GO を出しちゃったのかと。まあもちろん、お金持ちに焦点を当てるんだったら、例えば金融所得課税1000万円以上の人たちに対する課税強化とかね、もういかにも庶民の人には関係のない課税強化ですよっていうのを打ち出すんだったらまだいいけれども、今のところは、もう中間層直撃みたいな話になりそうなんですよね。もうこのあたりもやっぱり、また戻っていきます。岸田政権の退陣を望むにも、要因の一つとして戻ってきてるんじゃないかなと。まあとにかくですね、ここ最近の問題っていうのは、もう岸田政権の退陣を望むその理由っていうのが一つじゃなくて、あれもじゃない、これもじゃない、それもじゃない。いやもしかしたらいやいやそれ以外にももっともっとあるでしょみたいな形で、原因が特定できないぐらい多岐にわたる問題が山積みになりそうだなっていうところから、この最終的には岸田政権の退陣を望むっていう言葉へとつながっているんじゃないかなと。だから本当に病巣は、ひどい状態だっていうねいう思いがしております。まあ、こんなんで選挙勝てるんかなっていう本当に思いますけれども、まあ中国の動きその他はですね、まあ UAE ってまあ中東に軍事施設を建てようとしていたんじゃないかっていうニュースとか、あまあ他のやつはいいか、まあいろいろ出ておりますが、まあ特に岸田政権には今本当に不安しかないっていうところでございます。よいしょ、MT さんこんばんは。はいこんばんは。岸田くんは全然ダメダメですね。金融増税の話はリアルに自分にも降りかかるのできついです。いやリアルタイムにも自分にも降りかかる、そうですね。まあここで今のところは2021年2022年で検討してその先なんじゃないかなっていう、まあそのぐらいのタイムスケジュールっていうのは言われているので、さあ今年のにいきなりかけられるってことはまずないんですけれども、ただ長期的に見るとこの金融増税の話は、まあ、ボディーブローのように日経平均にも例えばもうあれなんか上値重いなとかね、やったらとこの話が具体化してくるとその度に株価が下がりますよみたいな話へと、まあ、つながりますからね。マサオ、あ、マサエ大野さん、意地でも税金下げないでいかに税金取るか必死。まあそうですよね。
どこからか取ろうっていう話はもうどんどんと出るんだけど、まあ税金を減らすっていう話はほぼ見ないですね。塚越さんかな、岸田さんは次の参院選前に辞めるしかないでしょう。まあそういう展開はあんまり期待できないかなと。岸田さんなんとなくですけれども、なんとしても最後まで総理大臣にしがみつくんじゃないかなっていう、なんかそういうのをちょっと思っちゃいますね。まあなりたくてなった人ですからね。なんとなく別に私はなろうと思ってませんよっていう人が、仕方なくというか臨時当番的にやってきた人と違って、まあ自民党総裁選にやっぱり出てきている以上は、私はやりたいんです、やりたいんです、何としてでもやりたいんですっていう人ですからね。まあその上でなったからには、なんかちょっとなーっていう感じではやめないですよね。本当に選挙に負けるみたいな、まあ大きな出来事がない限りはちょっと厳しいかなと。レンさん、のど飴台にどうぞ。ありがとうございます。まあといったわけで、本当に自公政権に関する皆さんの書き込み多くて、私自身も非常に問題に思っております。まあこのままだと日本にとって悪い方向にぐいっと角度をつけられて変更されてしまう可能性がある。本当気になるところでございます。まあだからいいところを探すのが大変だなっていう感じですね。まあ、ちなみにこの前の、まあ、韓国についての外交に関しては私は評価はしてますけれども、でもそれは本当に橋の話なんですよね。全体方向として悪い方向に向いてしまった以上、もう一部分だけちょこっと良いぐらいじゃ全然釣り合い取れないですからね。だから全体の評価は今非常に悪いところでございます。さあそれでは次のお話に行きましょうかね。どれにしようかな。コロナの話が2人書かれているかな。3人か、はい。コロナの話題が、まあ、3人の方書かれていますのでちょっとご紹介しましょう。まずカオリンの部屋さん、韓国のコロナの状況が心配です。私はこの後ろになんか、格好書きで棒っていう風なちょっと言葉が隠されているんじゃないかなと思いますけど、韓国のコロナの状況が心配です、カオリンさん。そして他にも、109、トックリーさんですかね。新聞によるとコロナの第6波対策のため政府が病床を第5波以上に確保すると言っていますが、本当に来るんでしょうか。ワクチン接種もかなり進み、日本人の衛生管理が徹底していることで再拡大している外国から持ち込まれる可能性の方が高いのではと思います。国別に渡航制限をかければ良いのではないでしょうか、ということですね。書き込みありがとうございます。今チャットの中で雨の中のクマさんが、カッコ棒ってつけてますけど、本当にカッコ棒ってついてるんじゃないかなっていう感じですよね。そして田口さんの書き込みをご紹介。上川さん、こんにちは。はい、こんにちは。お疲れ様です。いえいえ、お疲れ様です。塩野義製薬がコロナ治療薬の臨床試験をお隣で始めるという話があるみたいですが、お隣では共同開発と拡大解釈して発表しているみたいですね。メリットのないどころか、技術を奪われかねないお隣をなぜ選んだのか、不思議で仕方ないのですが、どう思われますかということですね。書き込みありがとうございます。ということで、新型コロナの話は、3名ですね。お三方が書かれております。まあ、まず韓国についての話なんですけれども、まあ、韓国は一応公表しているワクチン接種率は日本より高いぞっていうのを自慢しているんですけれども、一方においては全く逆の話で、もしかして水で薄めたんじゃないのっていうね。いや、これ確かめようがないんですけどね。そんな話が出ていたり、まあ、ファイザー製を使ったワクチン接種については、温度管理ちゃんとしていなかったんじゃないのっていう話。これまたまあ、確認はできませんし、どのくらいの規模かっていうのはわからないですよ。そう。本当に打ったワクチン、それワクチンなのっていう。
水で薄めまくってしまったら、まあ効果がまあ低いですからね。まあそんな風に言われるぐらいに、どうもこのワクチン接種率と実際の感染状況のなんか、兼ね合いっていうのがおかしいんじゃないのっていうね、話は出てますよね。生理食塩水で薄めたやつかもね。いや、私はもう断言はできませんよ、そこは。かもねって話が出ているっていうだけで。まあ、それが一つの病院の中だけで済むのか、それとも、もっと大元のところから、ドカドカドカっと、何ダースにもわたってそんなものがとかね。まあ、どこまでの話が本当かはわからないですけど、そんな可能性を疑うぐらいに信用がないっていうのが、まあ、お隣の国らしいなぁとはちょっと思いますけれどね。まあ、あとは、アストラゼネカ製のワクチンなんかも入れたんですけれども、やっぱりファイザーと比べると効果が低かったのかなぁとかね、思っちゃいますよね。まあそのあたりちょっと確かめようのない話がいっぱいあるんですけれども、まあとにかく韓国の話題になると、あれもこれもまあ間違ってた、ミスしていた、でもそのミスについては認めないぞみたいな形で、まあ私たちと同じ基準で考えることはちょっと難しいんじゃないかなっていうところはありますよね。そしてじゃあ日本どうなのっていう話なんですけれども、今のところ日本国内において、まあもちろん新型コロナの感染確認数っていうのはあるんですけれども、じゃあここからすんごい勢いで爆発的にドカーンと来るかって言われると、現状私はないと思います。で、109さんが書かれているように、まあ日本国内で広がるっていうよりは、海外から入ってきたものが起点となって、そっからドーンっていうパターン、まあ、これしか今の危険性はないんじゃないかなと思ってます。例えば今だとデルタ株がまあ主流として考えられているわけですけれども、まあ、それ以外の株についても、まあ、出てきては結局デルタ株に負けて、かもしくは収束してっていう形で表立って出てきているものはありません。だから日本で言うとデルタ株以降のもっと強力なもの、もっと感染力の高いものが出てきて、それが日本に入ってきた時にワクチンの効果がまあ時間的に経過していて下がっていると、ワクチンの予防効果が下がっている時に、新しい感染力の強いものが海外から入ってきた時に、まあ第6波の可能性ありっていうことですね。まあなので海外の状況で今ヨーロッパを中心にして感染者はものすごく多くなっているので、そこで新たなデルタ株以上のもの、感染力がさらに上がるものが出てきたときに、ああ、これをいかにして日本に入らせないようにするかっていうのが大事になるわけですね。うん。まあでも、他の国々ではなんだかんだ言って、感染者が多い状態でも結構国境を開いてる状態なので、まあ残念ながらどうやっても入ってくることは防ぐことはまあ難しいでしょう。なのでもしもボカーンと行った時にちゃんとベッドが用意されてますよっていう、この状況を備えをしていくことが大事だと思います。で、そうなった時には治療薬がある程度もう承認されてる状況になってると思うので、これまでのようなものすごい被害が広がるっていうわけではなくて、感染者は出るんだけどみんな薬飲んでね、そして薬も飲んだ上でちゃんとベッドもあるから比較的早めに治って出ていくことができるよ、早めに治って出ていくことができたら、ベッドがなくなるっていうこともまあこれまでのような状況はないんじゃないかなとは思ってます。今のところメルクの飲み薬については緊急承認が入っていますし、またファイザーの飲み薬についても今のところすごい有効性高いんじゃないかなと呼ばれているものが、まあ緊急承認の秒読み段階に入っているので、あとはこれをまあ実際のところ承認されて日本政府がどれだけの量を確保できるかっていうのは、多分ね、札束のまあ見せ合いみたいな形にはなると思うので、確保できるかどうかはちょっとわからないんですけれども、少なくともですね、
飲み薬全くないわけじゃないんですよ。これからどんどんと出てくるっていう明るい状況なので、時間さえ稼げば確実に状況は良くなっていきます。なので私はもう2019年のような、とにかく一斉にみんななるべく出ないようにしようみたいな状況にはならないんじゃないかなと思ってます。まあなのでね、私は菅政権の進めたこのワクチン接種ガンガン進めましょうぜ作戦っていうのは、あの現場の人たちにとってはすごい大変だったし、マスコミはもうワクチン接種するよりも、とにかく PCR 検査だ PCR 検査だみたいな話しちゃってた。まあそういう的外れの話をまあ抜きにして、菅政権の進めたワクチン接種ガンガンやるぜっていうのはまあ正しい方向だったなと思います。まあ一方において日本医師会の人たちとね、まあそのあたりにどれだけ国が関与できるかっていう問題は未だに残ってるので、病床を確保しようと思っても公営の病院っていうのが残念ながら、自分たちというか政府側の意見だけで動く、まあそこの病床が足りなかったなっていう問題はあるのでね、今みたいにある程度落ち着いた時に、いやいやあの時の問題はどうやって解決したらいいかなっていうのを本当にここで話し合う、そして必要な法改正があるんだったらやっていくのも国会議員の仕事であります。そうなんですよね。まだ PCR 検査にこだわるのかっていうね。まあ最近だと抗原検査っていったものにちょっとシフトはしているんですけれども、まあ結局のところ PCR 検査にこだわっているのは今から結果論から言うと意味ないでしょっていうのが私は結論だったんじゃないかなと思いますね。中国みたいに本当に極端なロックダウンして、この団地で患者さんが見つかったからこの地区の人みんな家に閉じ込めますよみたいな、まあ、そういうことをするんだったら PCR 検査はまあ役に立つんでしょうけど、日本みたいにまあ出ようと思ったら出れるし、みんな、お願いだからなるべく出ないでねみたいなお願いベースの国だと、まあ、PCR 検査のその効果というか有効性はやっぱり意味なかったんだろうなと思いますね。まあ何しても状況は時間が経つことに少しずつ良くなっているとは私は思っております。パープルパープルさん、なんで PCR 検査に意味がないことが世間に広まらないのかね。これは私はいつも言ってますけど、テレビの影響力を無視してはいけないって話毎回するんですけれども、本当に PCR 検査するんだするんだ、なぜやらないんだって言っていた人たちがまさにテレビコメンテーターの人たちだったんですよね。テレビが、某誰々を呼んできたら必ず、お隣の国では PCR 検査すごくやってるじゃないですか、日本はなんで全然できないんですか、日本でも PCR 検査すべきだっていう話をして、それをテレビの朝も昼も流すと。でそれを受けて、野党が国会で、日本では PCR 検査が全然足りじゃないじゃないですかっていうのをまあ騒ぎ立てると。まあだからこの連鎖っていうのをずっと見続けてきた人たちはきっと PCR 検査っていうのができてない日本っていうのはひどい国なんだろうなっていう刷り込みをまあ与えられてしまって、それが抜けてないんじゃないかなというふうに思いますね。なかなかね、その広まるときには広まるんだけど、訂正する方には全然、まあテレビも取り上げないし国会議員も取り上げないのでっていう形なんですよね。修正するのがなかなか難しい国でございます。ひなのさん、立憲は中国ワクチンとかまあ埋めてましたね。そうなんですよ、もうみんな忘れてしまったけれども、あのファイザーやモデルナのワクチンっていうのもガンガン打とうって言った時にも、まあ、みんなが結局ワクチン接種に予約をかけようと思っても、まあ、それを上回る量の供給がないから、もう足りない分は中国ワクチン使ってでもやれよって言い出したっていうね。もう立憲共産党恐るべし。もう中国ワクチンなんてなんで入れようなんて、そういう発想になるんだろうっていうね、怖い話でございます。さて、それでは、コロナについてなんですけれど、基本的にはあの日本国内の感染対策っていうのを私は
ある程度人が動いてるんだけど、今みたいにそれぞれみんなが気をつけましょうねっていうレベルを維持する、まあこれだけでも結構まだまだいけるんじゃないかなと。で、海外からさらに強力なやつが入ってきた時に、さあ大変だぞっていう時に病床がちゃんと用意できてたり、もしくは治療薬、飲み薬の手配がちゃんと済んでて、もう、全然どこに行ってもないわじゃなくて、拠点病院にはちゃんと用意されていて、うん、入院しなくちゃならない、もしくは入院する前にもう飲み薬飲んでくださいねっていう形で、かかったんだけどすぐに治りますよっていうのを実現することができれば、まあ基本的には問題はすんごく小さくなって、今みたいにもう毎日のように感染者数が、何人です何人です、先週より何人増えました減りましたみたいなところで、まあ一喜一憂するような時代は過ぎ去るんじゃないかなと思っております。さて、それでは次のお話に行きましょうかね。雨の中の熊さんの書き込みをご紹介しましょう。私自身結婚に賛成だったわけではありませんが、それにしても小室夫妻への誹謗中傷が最近では目に余るようになってきました。小室憎しのあまり、まだ中学生の悠仁親王や上皇陛下ご夫妻にまで根拠のない人格攻撃をするのはいかがなものかと。最近では秋篠宮家に好意が渡るくらいなら天皇制は廃止すべきという意味がヤフコメ等で露骨に見られ、誹謗中傷を拡散しているのはどうにかして日本の天皇制を廃止させたい左派や中間勢力の陰謀なんじゃないかと思えてきました。この話題にはうんざりかもしれませんが、上川さんの考察がありましたらお聞きしたいです。ということで雨の中のちょっと飲み物を飲んでちょっと喉を潤しましたが、小室夫妻への話ですね。私のチャンネルでは基本的にはこの問題っていうのはまあほぼ取り上げてないんじゃないかなと思いますけども、まあ私の記憶が間違ってたらごめんなさいね。動画作ったかもしれないですけど、今 YouTube でですね、このいわゆる時事問題であるとか政治系のニュースチャンネルをされている方たちの中にも、あの KK 問題とか、もしくは、なんていうか隠語を使うような形でこの問題を取り扱っている方たちっていうのは結構います。で、これらの人たちの特徴としては、なんていうかな、どんどんなんていうか過激になっていくというか、最初の頃はまあそこまで取り上げてなかったはずなんだけど、一旦再生数が伸び始めたなっていうのを見て、どんどんそればっかりひたすらこの問題を追いかけてるっていう光景をちょっと見ます。で、過激になればなるほどどうやらそれが話題になって再生数が伸びるっていう現象になってるんじゃないかなっていう感じがするので、で、そういった動画を見続けている人たちもそれにどんどん釣られるような形で、意見がもうなんていうかな、行き過ぎた感じで暴走してるなっていうことも私もちょっと感じます。まあ、特に気をつけなければならないのは、あの秋篠宮家の、お父さんは基本的にこの結婚に対して別に賛成はしなかったんですよ。制度上っていうか、あの現在の日本国憲法において誰々と結婚したいですっていう、まあ大人が言った時にそれを親が辞めさせる権利なんてないんですよねっていうことをまあ言ってたぐらいなので、止めたいんだけど止める手段なんかねえよっていうのをすごく上品に発言されてたので、それをもってして秋篠宮家の教育が悪いからだみたいな話をされている人を見ると、なんかちょっとこれやばい意見が通ってるなって私は思ってます。例えばまあ女性が何かまあ男性に何かまあ暴行されたような話になった時に、あのその女性の方の格好が悪かったからだみたいに言う人たちがいるわけですけれども、なんかそれに近いものをちょっとこの問題に関しては思うんですよね。で、それがなんかどんどんと行き過ぎていて、まあまあ弟さんと、まあ、いわゆる兄弟間の話にまでなぜかどんどんと話がエスカレートしていって、
まあ、家の人間もお父さんもお母さんもお姉ちゃんも弟もみんな、なんかすごい悪い人だみたいな感じで言ってる人を見ると、ちょっとななんかそれなんか一線を越えてるんじゃないのって私は思ってしまいますよね。いわゆる皇室だからっていう括りだからといって、なんか人格否定をガンガンにしていて、なんかそれを平然としている、なんかその意見の方が私はちょっと怖いですね。で、それをさらに言うと、それをなんか、何の違和感もなく受け入れて、そうだそうだって言ってる人がなんかめちゃくちゃ多くって、しかもその意見を受けて最終的には皇室なんかぶっ潰せぐらいなことを言い出して、いやちょっと待ってよって私は思いますよね。私はまあそこまで全然思わないので、ちょっと怖いなっていうふうに見せて思ってます。でまあ最終的な変な話ですけれども、天皇制っていうのは基本的には、あの、君主ではあるけれども統治者を選んでいるわけではないので、基本的にはそんなひどい人だからといって、例えば、あの、性格が悪いんだからこいつは天皇にふさわしくないみたいな話をされているのを見ると、いや、そういう基準で別に選んでるわけじゃないのになっていうね。なんかそういうふうにして思うと、なんかいろんなところで批判もなんかおかしいと思うし、なんかその批判をなんか支持してる人たちもなんかどんどん論点がずれてるのになとかちょっと思ってるんですけどね。なんかそういう人間性が優れているとかひどいとか、そういった話とか教育がどうこうっていうのを理由にしてふさわしくないとか言ってる話を聞くと、なんか天皇制自体について何の理解もしてないけどとりあえずムカつくから嫌だみたいな、なんかそういう好き嫌いの話がどんどんと拡大しているように私は思ってしまいます。まあそういったこともあるので、私自身は、まあ、例えばこの人にこういう問題がありますよって話をまあするにしても、ちょっと動画にはしにくいなと思っていて、でそのためこの私のチャンネルではこの問題についてほぼ触れないっていう感じにはなってます。まあ確かに、まあ問題点があるとすれば、あの、いろいろな公費をもってしてこの皇室の方たちについての警護費用が必要ですよとか、もしくは皇室の人だからという理由である程度就職についていろんなところに口利き、まあ顔が広く、あの人の友達だからとか、あの人と知り合いだからとか、皇室の関係者だからなるべく便宜を図ってあげようとかいう点について、まあそれを問題だと思う人たちがいるのはまあ確かなんですけれども、でもそういうある程度のものっていうのはどうしても必要経費としてかかってくるので、そこまで削っていいのって思いますよね。まあ例えばもう詩人になるんだから、もうあとはほったらかしにすればいいわ、税金なんか使うなんてもうこんなもん無駄遣いだ、もう警備なんか絶対するべきじゃないっていう人たちは、私たちはこの問題を見る前は基本的には共産党がしていた主張じゃないのっていう、多分知っている人の方が多いと思います。共産党は基本的にはこの天皇制についてはまあ反対意見で、なんであの人たちを特別扱いしているの、こんなのおかしいでしょって言ってきた人たちなわけです。で今盛り上がっている話っていうのを見ると、なんか共産党の人たちが言っている主張にどんどんと寄っているように見えて、それがまた恐ろしいなって私は思います。もちろん共産党がどこまで関わっているかなんてわからないんですけれども、でもなんかそういう方向とすんごい合致してるっていうのがまた気持ち悪いなというふうに思いますね。まあ何しても小室さんは別に、あの人に問題があったからといって、あの人に別に天皇になる道は今のところないですからね。基本的には皇室外の結婚なので。なのに何か、あたかも、あの人が天皇になるぐらいだったら潰せぐらいな感じで皇室について反対意見を言ってる人たちっていうのは、制度上もおかしなことを言ってるし、それに、ちょっとなんか感情論で飛びつくっていう人たちもちょっと怖いなというふうに思いますね。まあ何にしても私の意見っていうのは今の YouTube で発言するとめちゃくちゃ叩かれる危険性があるなって思っていて、なんか空恐ろしい光景をちょっと遠巻きに見ている感じですね。
まあ難しいところでございますな。うん。まあ何にしても私は、個人の政策とか、そういったものに対しては基本的には問題だっていう話をするんですよ。例えば岸田政権であればこういう問題がある。移民政策問題です。対中政策問題です。オリンピックについて政治的ボイコットっていうのを検討すら言えないのは問題ですっていう話をしてるんですけど、決して言っていないのは岸田さんの人間性とか、人格がとか金遣いがとかそういう個人的な話について批判は一切してません。でも、この経験問題について話をしている人たちっていうのはそういった制度上の問題であるとか、国家の形がどうこうっていう話よりはどっちかっていうと本当に人格否定的な話がもうガンガン出ているので、そこを論点にするのっていうのがものすごいなんか違和感があるんですよね。まあなので私の性格上そういった人格否定的な話とかそういったところの話がメインになる、そういった話題はほとんどなんかしたくないなって思いますね。まあといったわけで、この話題についてはこのぐらいにしておきましょうかね。というわけで、経験問題についてはおそらくは私はこれからも取り扱うことはないんじゃないかなと思っております。で、制度上の話で言うと、まあこの後っていうか、まあもう私自身の考え方としては男系男子の方がおられるので、まあ旧皇族の方たちのまあ復帰もしくはまあ養子縁組をすることによって戻ってもらうとか、まあそういったところでまあ制度設計考えるべきじゃないっていうこの論をまあ皆さんには主張していこうと思っておりますので、まあ決して女系天皇を認めるっていう話だと私は全くなりません。女系天皇制についてはもう全く反対です。男系男子の方がおられるんだから、そのらの方たちがいかにして今の皇室に戻られるか、まあ、そのための法改正が必要だったら、そのために今の政治家は働くべきだと考えています。というわけで、次行きましょうかね。あとは日野江さんの書き込みかけかな、あとともさんかな、あと和江さんも書かれてない、あと3名の方ですね。サクッと進められるものをちょっと取り上げましょうか。和江さんから、園長とのコラボを満たしすお二人が理不尽ぶった切るということなんですけど、まあコラボの話については今のところ全く進んでおりません。このまま立ち消えになるかもみたいな感じですね。よいしょ。はい。あとトモさんの方か、トモさんの書き込み、来週11月26日からアマゾンのブラックフライデーが始まります。お安売りセールが始まりますね。上川さんはこの機会に爆買いしたいものとかありますか？それはそうと、肩こりが楽になると聞いてマウスからトラックボールに変えてみたら、初日は狙ったところにポイントがいかずにイライラしましたが、慣れてしまえば思い通りに使えるようになり、何より肩こりが起こらなくなりました。上川さんを何をおすすめの、生活改善グッズはありますか、ということですね。まあそうですね、私もトラックボールのやつは、まあ、非常に導入して良かったなぁと思って、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。私が使っているマウスはこの、ロジクールの MX エルゴアドバンスワイヤレストラックボールというものでして、あ、これビジネス用になってるけど、あ、これじゃない、これじゃない。値段はまあ1万円ぐらいなんですけれども、よいしょ。まあまさにこのボールの部分でグリ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 動きながら、そしてこの角度がつけられることによって、まあ手首の疲れっていうのが本当に軽減されたので、私はこれ非常にいいなと思ってます。で、値段としては普通のマウスと比べると3倍から4倍ぐらいかな。値段的にはするんですけれども、買ってよかったなぁと思って、まあ、使い倒してます。で、使い倒してるんで、なんか表面のプラスチックの部分がだんだん、なんか分解されてきてペトペトしてくるっていう、そういう状態になってますね。まあでもそのぐらい長く使ってますけれども、非常に物としてはいいですね。よいしょ。なので、もしも手首に負担がかかっているなって思うぐらい、
マウスを使われる方であれば、私は非常にいい買い物になると思います。逆に言うと、普段のパソコンを使うときに、例えば、まあ自分は毎日せいぜい30分か1時間ぐらいしか使わないし、むしろ普段はスマートフォンで動画見てるしなっていう方だったら、ここまで値段の高いものは買わなくてもいいと思います。まあ、なんだかんだ言って普通のマウスより高いですからね、値段は。なので私みたいに、なんだったら1日8時間ぐらいずっと、まあ、つけっぱなしぐらいな感じの、いわゆるヘビーユーザーの人は、まあ、これおすすめですね。で、同じような、このトラックボールタイプっていうのは、いろいろ出てますんで、そういったものも比較検討しながら、ぜひともどうぞ。まあ、それで、まあ、ブラックフライデーで私が買いたいものって言われると、まあ、正直ですね、これだっていうものは特にないんですよ。うん。そう、一度買うときっていうのは、なるべく値段がちょっと高くてもいいから長く使える良いものっていう考え方なので、ブラックフライデーが来ても私が買おうと思ったら、例えば飲食物かな、飲食物もあんまり買わんか、ブラックフライデーでは。なかなかね、いいものっていうのがないですな。多分私、ブラックフライデーで何にも買わないんじゃないかなと思います。普段の買い物の中である程度長く使えるものを買ってしまうと、なかなかこういう特売の時にさあ買うぞって思うようなものないんですよね。まあシリアルとかかな。フルグラ？カルビーのフルグラがめちゃくちゃ安くなってますよみたいな時に、まあブラックフライデーを利用するかな？かな？っていう感じですね。まあ、といった感じで。はい。あらららさん。なんか、上川さん甘いもの好きそう。はい。私は甘いものが好きでございます。まあ、皆さん、本当に人それぞれ、何が好きかっていうのは違うと思うんですけど、私は甘いものの方が基本的には好きですね。お酒とか飲まないですし、まあ、味覚っていうのは年齢がどんどんと重ねるごとに変わってくるっていう、のは確かにあるんですけど、私の場合だと子供の頃好きだったものは今でも好きだし、で大人になってじゃあなんか好きなものがガラッと変わったかっていうと、まああんまり変わってないですよね。子供の頃からハンバーグやカレーが大好きで、で今も別に大好きで、もう丼物も大好きでみたいな感じで、子供の頃となんか好きなもの変わったのって言われると何も変わってない気がしますね。まあそんなもんでございます。まあ子供の頃からっていう意味で言うと、まあ今も変わらない感じですね。甘いもの大好きでございます。総務省指定超危険生物さんがプリンとケーキが好きっていう、このアカウント名と発言の差大きいですね。カナムさん、ライブ気づかなかった。汗こんばんはです。大丈夫ですよ。もうすぐ終わっちゃいます。まあそんなこともあります。でも大丈夫です。まあ、ある程度毎週、このライブやろうかなっていうふうに思ってますんで、まあ、今日たとえ、リアルタイムで見られなくても、まあ、次回また見ればいいや、時間が合えばっていう、まあ、そのぐらいの気軽に参加してもらえればなと思いますね。ポジットな。さて、というわけで、皆さんの書き込みでラストに残ったのが日の江さんでございますね。はい。では書き込みをご紹介します。上川さん、こんばんは。最近、ツイッターの炎上で温泉娘というものを知ったのですが、フェミニストさんが燃やしてる様子？フェミニズムって女性の地位向上を目指してたと思うのですが、VTuberしかり、女性が受けてる仕事も脅かして見えます。そもそも、フェミニズム活動はどんなものでしょうか？というわけで、最後、ラストの質問になり、ラストの書き込みか。書き込み紹介になります。日野江さんから。最近だと、温泉娘というものが一つ話題になっていて、まあ、それがまさにフェミニズム運動と関連があるんじゃないかということで、これまた SNS で話題になっております。まあ、そもそもどんな話題があったのかというところで、ちょっと待ってくださいね。これも記事用意したはず。どこだったかな。
こっちか。よいしょ。はい、というわけでこの関連のニュースでございます。性差別なのか温泉娘キャラ設定が物議、運営がサイト修正、公園の観光庁は対応を検討中というニュースが、こちらまあ何日か前の記事なんですけれども、温泉街をまあ盛り立てようということでキャラクターが生まれましたと。でそれを利用してみんなに、アピールしているものがあるんですけれど、これ自体はあの温泉娘っていうキャラクターを、それぞれの観光地との観光活動に役立てるご当地キャラ的なもので、まあ決して温泉娘というアニメがあってというわけではないようですね。で、このキャラクターっていうのが、まあみんな可愛い少女ですというところから、フェミニズムの、フェミニスト活動家の人が、なんだこれっていうことでまず目をつけたと。で、目をつけた後にどのポイントについて問題だって言い出したかっていうと、出張先で、あ、ちょんか、まあ、ここの部分はちょっと読み上げましょう。出張先で温泉娘のパネルを見て、なんでこんなものを置いているのと思って調べたら、ひどい。スカートめくりキャラ、予備を着たい、日韓がありセクシー、ワインを飲む中学生、癒しの看護キャラ、セクシーな、大人の女性に憧れる中学生など、性差別で性搾取。といった具合にして、まあフェミニストの人が、美少女キャラがババババババーっと並んでいるパネルを見て、そのキャラ説明を見た時に、もうおっとこいつはって言って食いついてきたと。で、まあ確かにそういった面では、まあ可愛い女の子が、なんか、道徳的にそれどうなのっていうことをキャラ設定してるっていうので、まあ突っ込みたい気持ちはわかるけど、でもそれを明らかに狙ってきたのはこのフェミニストの人たちは、とにかく、美少女キャラを何かに使うことに対してめちゃくちゃ厳しく見てます。例えば、交通安全を呼びかけるために VTuber のを使って宣伝をしたら、あんなに胸を強調したキャラクターを使ってなんて性差別性搾取だとか言い出して、いや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 、ちょっと大丈夫ですかあなたたちって私はちょっと思うんですけど、まあそのぐらいのレベルでも何でもかんでも食いつくっていうレベルで、まあここの記事の中では触れられていませんが、このキャラクターを描いている人のイラストレーターの中には、まあかつて R18、まあ大人向けの絵も描いていた、まあ人もいて、それも理由にして批判のされるとかね、もうとにかくなんかもう、とにかくつつきたいものがあったら、もう無理やりでもくっつけて、もう批判してくるっていう、まあちょっとね、ちょっと異常事態になっております。よいしょ。で、この、発言をした方っていうのは、この、二藤夢乃さんという方ですね。よいしょ、よいしょ。ポチッとな。この方は、フェミニスト活動にめちゃくちゃ取り組んでいるよっていうことで、まあ、つい最近では、ハッピー米山さんといって、まあ、ハッピーメールっていう出会い系メールで女性との、お金の関係を持っていた元、新潟県知事で現国会議員の方がおられまして、まあ、その方に対して、まあ、食いついたよっていうことで一つ話題になっていて、その直後にまたこういった話も出てきて、もう何でもかんでもこの人食いつくんだなと。まあ、ハッピー米山さんについてはもう私もすんごい問題ありの人だと思っているので、まあこの人が食いつく分には、まあどうぞ食いついてくださいとか思ってたわけですけど、温泉娘について食いついてきた時には、もう何でも食いつくんだからちょっと、もうなんていうかな、ついていけんわっていう感じですけどね。よいしょしょ。な。で、フェミニスト活動っていうのは本来だと、女性差別であるとか女性に対する、不当な扱いについてこれを是正しようっていう活動なので、これももともとはそんなに悪い話ではないんですよ。例えば、今ではちょっと日本では考えられないことですけど、昔は男性と女性では、参政権が差がつけられていたと。男性だけが選挙に投票できて、女性についてはあなたたちは女性だからっていう理由で、まあ投票できませんよみたいな時代がありました。で、こういう初期の、
不当な扱いについてこれを是正しようという動きなんかは、まあ、特にこれは問題ない話なんですよね。ところが現代におけるこのフェミニスト活動っていうのは明らかに、いやそこ問題じゃないでしょって思えるようなところまでどんどん突っ込んできているので異常な事態になっています。まあ、例えば誰もよあの、まあ、美少女キャラっていうものそれ自体を見たときに特にその性的な何かを催すようなものではないものっていっぱいあるわけですよ。でもこのフェミニストたちの人たちに言わせたらもう美少女キャラが美少女キャラであることそれ自体が何か罪であるかのような話をしてきて、何か美少女キャラが交通安全を呼びかけたらそんな格好ダメだみたいな話をしたりとか、もう胸が大きいだけでそれは強調して書いてる人間の人権意識がおかしいとかいう話をし始めて、でももう異常な事態ですよっていうようなことが起こっております。まあ一体何の話だったっけな、まあみたいな感じで、もともとはだから本当に問題なかったんですけど、今のフェミニスト活動っていうのは明らかに女性に対する差別的な扱いであるとか、女性の男女の性別による不当な扱いとかを解消する運動ではなくて、今はとにかく重箱の隅をつついてでも何か女性について、自分たちの思うおかしい点については許さないっていう弾圧活動っていう状態になってますね。女性キャラを描くときに胸が大きかったら許されない、スカートを描いてるんだったらこんなスカートを描いて戦場的な格好しやがってみたいな話をするみたいな、もう何かおかしな方向へ進んでおります。カノムさん、妹がグラドルしてるのどうなのっていう話もありましたよね。多分ね、この人の中ではそれが成り立ってるんですね。恐ろしい話ですけど、自分で売り込んでる分にはいいんだみたいな感じで多分言うんじゃないかなっていうね。いや多分ね、ルールさん今書かれてますけど、馬娘についても知らないから文句言ってないだけで、知ったら文句言い出すかもしれないですよ。まあとにかくなんかおかしなことを言ってるなっていうふうに私なんか思ってしまいます。だから本来だったらフェミニスト活動は悪いことじゃないのに、今のフェミニスト活動としてやってることがおかしなことになってるっていうね。だから本当になんか難しい時代になったなと思いますね。まあ例えばですよ、救急救命士をしている男女2人がいたとして、同じ仕事をしてますと、同期でまあ仕事を始めましたよっていう人たちがいて、男性だけ給料が2倍になってて、女性が同じ仕事してるのに給料半分ですとかいう、そういった問題に対して本当だったら言うべきなのに、なんかそういった社会的に問題になっている男女の格差について話ではなくて、女性をとにかく搾取するようなアニメ、漫画、イラスト、もろもろ VTuber にしもそうですけれど、なんか実際の問題じゃないところを問題化しているっていうんで、まあ本当恐ろしいことになっております。まあといった具合にして、この話題についてまあ深掘りは私あまり知識はないもんでございまして、まあこのぐらいにしておきましょうかね。さて、というわけで皆さんからの書き込みをご紹介してまいりました。まあこれで全てのお話についてできたんじゃないかなと思っております。今日の、どうやら私の喉の残りゲージはほぼゼロになったようでございますので、このあたりにしておきましょうかね。というわけで生放送それ自体は次回は、同じように土曜日か日曜日にしようと思っていますので、その時には事前に話題募集をかけますので、優先的にチャットの中だと取り上げられないかもしれないかなと思った方は、ぜひともコミュニティの方で募集がかかったら、そこで、この話題についてちょっと一言っていう形で質問してもらえれば、書き込みについて反応すると思いますので、その時、ぜひとも書き込みをよろしくお願いします。
というわけで本日2021年11月20日の生放送はここまでといたします。21時から23時24分までやってまいりました。ここまで見てくださった方ありがとうございます。そして、見終わった後はぜひとも、まあ、評価ボタンのポチッと押してもらえると、まあ、次回への、私の元気づけになりますのでよろしくお願いします。それでは次回は動画にてお目にかかりましょう。皆さん最後までお付き合いしてくださりましてありがとうございます。それではおやすみなさい。またねー。